始まりましたか。多分どうなったかな。あ、YouTube 立ち上げておかないと。ありましたか。はい。始まったっぽいっすね。始まったっぽいっす。ちょっと YouTube を確認します。これ立ち上がらない。はい、こんばんは、こんばんは、りょうたさん。はい、こんばんは。なおさん。よろしくお願いします。さあ、第3弾ということで。3回目ですかね。いよいよアメリカ編ですね。はい。先生、自粛中何してたんですか？自粛中はもう仕事ですね。仕事？はい。僕は普通の、電車とか乗らないから、うん、ほとんど絵描いて、はい、ですごい開発がもう劇的に進んでね。竿の。うん、竿とか、バッグとか、うん。うん。いろんなものをこう、あと、粘土で、油粘土、紙粘土でグリップ形状を作ったり、うん。うん。あのグリップって、粘土からやるんですか？あれ大体粘土から大体こう形、これぐらいの位置がいいかなっていう、シェイプがこれぐらいにしようかなって作り込んでおいて、うんうん、で、うん、それが分かればね、径が何十ミリ、ここ何十ミリ、何十ミリとか言って指示、うん、細かくできるから。今度出るやつすごいグリップがめっちゃ凝ってるやつですよね。そうそう、ウッドグリップですね。ウッドフォアグリップと。はい。うん。あれはもう、材料が、なくなるまで、うん。やれるかなっていうことで、まあ一応その、リミテッドとさせてもらって、はい。うん。ふんだんに木を使っているんですけど、まあ結構、大量に作れたんで、意外と、安めの金額でね。なるほどね。うん。できましたね。ああいう木って、まあ100本、例えば500本なら500個、全く同じように手で削るんですか？いや、もちろん、はい、うん、その機械ですね。相当量なんで。昔ハンドメイドでやってた時なんかも削ったりしてたんですか？その時は手でやってました。もう、ベースとなるような、例えば、テーパーとこういう、よくオールド富士みたいな形状の木を買ってきて、うんうん、で、やっぱり自分はその3フィンガーで握ったりするから、この小指の周囲ってやっぱ短いんでね、ここはすごいシェイプを細くするとね、すごい楽になるから、そんな感じで削ってやってたね。3フィンガーってどういうこと？こういうトリガーがあって、小指と小指の間？そう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 、そう。それで3フィンガー。あ、ケンさん、これで投げるんだ。そう、それで投げて、したらさ、着水ドンできたときにすぐファイトができるでしょ？うんうん。むしろ巻くときが持ちですよね。うん、持ち替えなくて済むから。なんか、なんかなさそうなイメージが。だから普通は親指でその糸、はい、ところを触るんだけど、はい、自分の場合はここじゃなくて、ここでサミングしてる感じ。ああ、ですよね。前で、どっかの現場で、ケンさんどうやって乗ってたら親指の横でしたよね。うん。リール当ててんのが。そう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 。腹、俺腹だと思ってたんで、うん、そっからやっぱ横当てにしたら、うまくなりました、やっぱり。なんか加減が。うん、加減がだからそのベタって触らないで、うん、もうエッジを軽く、はい、もう撫でるぐらいのレベルで、はい、で、うん、スピードの調整とかもそれでしやすいし、うん。うん。まあ、合理性かな。やっぱ着水ドンでファイト。うん。できるから持ち替えたくないんだよね。あ、うん、ピンにさ狙うわけじゃない、うんうん、そうすると本当にいいタイミングで入ったらポチャっていった 0.5 秒でドン、うんうん、っていうことがやっぱり多くて、でそのそれが結構ニジマスだったら60オーバーとかだと半キロとか超えたりするでしょ、はい、それを持ち替えてる瞬間にもう走られちゃう、で、根に入っちゃったりして。で、そういうのもったいないから。うん。もう入ったらすぐこう、戦えるような状態。じゃあ、
村田はじめさんとかのアマゾンとかの動画でネット上してるので投げて、うん、あれタイガーフィッシュだったかな、アフリカなんかポチャポチャドンドンピョーンっていうのはその一瞬の隙に食っちゃった パターンなんですかね。あれはね、パプアンバスだね、多分。あ、パプアンか。だからもう、あれは引きがもう別格で、別格で。あれもガチガチだから。そうそうそう。あれガッチリ握ってたら、はい、人間が落ちるんですよ。なるほどね。そう。だからミディア、ディープダイバーをさ、ゆっくりこれぐらいで巻いてるのに、イメージだよ。はい。40キロぐらいで、走ってきた軽自動車が、うん、その峰を引っ掛けて走ってそのまま行くようなイメージそれがっちり握ってたらもちろん持ってかれるでしょ。はいはい、うん、じゃあ遠かったら多少腰落とす時間あるけど足元とかだったらもういきなりなんだ、うんうん、でそのピン打ちの10メーターとか、うんうん、ここらぐらいしか投げないからでピーのね細くても5号とかを使っていて、うんうん、もうダイレクト感がすごいでしょ。うんうん、まあ、そうだ、釣りビジョンさんですよね、確か釣りビジョンの番組、ちょっとその本編見てないけど、うん、多分村田はじめさんのアップアンバスで予告編で飛んでった後ガイドの人が飛び込んでてどうだったんだろうなって結果知らないんだよないや、あ、じゃあ皆さんたくさん、はい、まあ、改めてこんばんはですね。あ、こんばんは、どうも、今日もよろしくお願いします。前回すごいなんかめちゃくちゃ楽しかったとか腹筋痛くなるほど笑わせてもらいましたって DM たくさんいただいてだよ、なんかちょっと反省点はコメント全然見てませんでしたねみたいな感じになるので、そうでどうでしょう、途中今回コメントタイムとかしますかね。うそうですね、これさ今、はい、あのライブ配信中のブルブルチャンネルを、はい、見てるんですけど、はいはい、コメント欄ってどこに出るんだっけ。またそこから始まるんだ。どこからだっけ。ライブ、あ、なんか赤いライブ配信中ってのを押すんだっけ。そうそうそう。あ、これか。今回ね、今回、はい、ブラッドのコンボ以上のネタがあるから。なんか赤いライブ配信中ってのを押すんだっけ。あ、で、音を、こっちの音を消さないと被っちゃうんだね。あ、よしよし、コメント見れました。ブラッドのコンボがすごかったですよね。でもね、次の日も、次の日に、まだ、次の日もニヤニヤが思い出しては、思い出し笑いが止まりませんって、次の日にも言われましたね。嬉しいです。いや、あそこまで、すごいガイドって、うん、いろんな意味で、なかなかいないですよ。ああ、ケンさんでも。はいはいはい。あんなのコメディー王というかね、うんうん、すごかったもんね。うんうん、やることなすことなんかツッコミどころ満載みたいなさ。リコーさん怒ってますもんね。さあ、じゃあちょっと、今回は、アフリカじゃないやじゃないじゃないじゃない。アメリカですね。アメリカはあれだね、2015年から3年連続で行ったんだよね。そうですね。ちょっと写真見ながら行きますかね。うん、はいはいはい。今、弁当。まずね、この時アメリカで、はい、ね、構成、釣り、魚種の構成がですね、はい、3部作ぐらいあったんだっけ、この2015年は。うん、3、ノースカロライナ行って、ノースカロライナのジギング。はい、ジギングやろう。それから、うん、それから、チャローゲームやろう。ケープコットの、うん、ストライパー。ケープコットのストライパーと、それもオシャーも、ありましたね。オシャーのチャーターと、うん、なんか一個来なかったチャーターありましたよね。あれは、あれなんだっけ？あれブルーフィッシュ？ブルーフィッシュだったと思う。ブルーフィッシュのシャロー。このブルーフィッシュ。うん。熱い、そう、うん。で、最後は、ストライパーのやっぱり、あの、カヤックフィッシング。うん、うん。デイカヤックとナイトカヤックですね。ナイトカヤック。うん。あれはすごかったなぁ。そこまで。ナイトカヤックはやばかったね。心配する。はい。で、これは僕が準備したタックルですね。うん、あの、
まあ、ケンさんと相談しながら、スピニング2本と、ベイトタックル2本で、スピニングは、ソルティガと、それから、これはね、ダイワのモアザンのパックラットだったかな、確か。うん、まあ、このケースにね、全部入れていこうってことで、やりましたね。うん、ケンさんは、ケンさん。僕も短いの、5点の LH と、はい、MXH とベンダバールと、マリノリプラウトとか、あの辺あたりかな。2015年だと。うんうん。うん。こんな。うん。まあ、ストライパーのね、前情報で、すごい太くてですね。あ、はい、ストライパーってスズキみたいな、その、魚で、ね、ニューヨークのね、その、カナダのプリンスエドワード島とか、あの辺りから、その産卵のためにニューヨークのロングアイランドの方まで、はい。降りてくると、はい。で、その時にはもう15キロぐらいになってるらしいんです。うんうん。で、そこの僕らが行ったタイミングって、それに差し掛かるであろうタイミングでケープコッドを通るからね。うん。で、その時に、まあ、例年その時期はアベレージがもう90センチ。うん。そして太いから、まあ、10キロ近いんじゃないかっていうことで、うん、まあ、かなり、ごつい、ライン、リールとかは組んでた感じかな。それが死ぬほど釣れるぞって誘われて、行ったんですよね。そうだね。セーフィガの4500って、これはノースカロライナのジギン、オフショア。そうですね、どっちかっていうか。だから、うん、まあ、ダイワのね、モアザンと。Z って言ったかな。あれまあ、いろいろ。てか、釣りわかんないから、あ、ちなみにちょっとすいません、ブルー。これ、今どこ行ったんだろう。そういえば、ナレージのこれ13センチなんですよ。だから、僕の手のひらぐらいあるナレージ。あ、持ってます。あ、ケンさん預けたんでしたっけ？僕2個持ってます。じゃあ、返してください。え、いや、日本酒ぐらいあるやつだよね。そう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 。51グラム。はいはいはい。いや、これ赤目、去年も赤目やってて、なんかバイブレーションのリフトフォールしてた時、あれどこ行ったんだろうなと思ってたの。僕です。あら、ガーボッツのね、これ19センチとか作る。これ、下が9センチですね。こんなの作ったり。まあ、スネコンが22、18、9、6。スネコンのバカでかいやつも僕持ってます。あ、うん。それ後はおかげさまで発売できました。あ、ですよね。これはね、ガチスラのになってったルアーですね。あの、当時、その、うん、ちょっとオシャーでヘビーな新品いろいろ。あと、これどこ、あ、これね、まだ残ってんな。これね、ドレッシーの450グラムですよ。まだですね。うん、なんか、あの、バラムツでもやるんですか？いや、まず、遠くに投げられなかったって。投げられないよね。もう思いつつ。で、ブローイン隠しですね。これが8センチがね、当時プロトだったですね。そうだね。まだ。うん。感じですね。で、これラザロック。ラザロック、今はまあ、だってちょっと開発中なんで、これバシュートになった。ね、懐かしいな。まあ、そんな感じでね、ナレージ。邪道のスーさん、アピア、ビットブイ。で、まあ、スネコン隠し持って。でもやっぱ、まあ、ケンさんにね、今回3カ所、3都市もあるから、極力シンプルにってことで、うん、ザックとスーツケース1個とロッドケース1個で。で、この時は僕は、あれですよ、生まれて初めてファーストクラス。あ、うん、初めては、20歳の時、たまたまダブルブッキングで、ファーストクラスラッキーに乗れたんですけど。まあ、たまったマイルなんで、自分の金ではないんですが、ファーストクラス。まだ俺はね、この2015年の時はね、そんなにマイルがたまってなくて、はい、今とは全然違う乗り方だったな。まだ模索中で、うん、どういったことなんだろう。どっちの、アライアンスに
マイルを固めるべきか、はい、非常に迷っていて、はい、当時はだから、スターアライアンス系をやってたんだけど、最近はずっとワンワールドなんだけどね。じゃあ、ほぼそれに固めていって、はいはい、そうすると日常からも全然、その生活するときに、はい、例えば、この iPhone でクイックペイとかをやるときにしても、はい、全部こう、その、JAL マイルが溜まるような道をちょっと作っちゃったんだよね。そうですね。うんうん。僕もそうしてます。すごく、年間で本当に爆裂に溜まっていって、はい、通常のそのエコノミーを必ず買い、はい、アップデート可能なやつを買って、はい、で、どこだろう、例えば、アメリカだったら、プラス3万とかマイルぐらいで、ビジネスに行けちゃうもんね。はい、うん。そう、これが確か14万マイルだったと思いますね、ニューヨークの往復が。うん。ファーストクラスで。で、僕も JAL カードで、会社の経費とか、まあ、払ってたりしたので、うん、で、この頃確かね、大人数の、飲み会も仕切るじゃないですか。はいはいはい。それも自分のカードで切って4000ずつとか集めるから、うん、マイル溜まりますよ。溜まりまくりだよね。それでね、まあまあ、溜まりまくるって言ってもね、それを2、3年かけて溜まったやつで、ドーンとファーストクラスしたんですよね。うん。まず、あ、CA さんがめっちゃ美人ですよ。え？ファーストクラス、やっぱ CA さんが美人。美人と、仕事超できる、ちょっとお姉さんな、知恵さんが多くないですか？またね、メニューが違うんですよね、ちょっと。ね、ちょっと違う世界があるとは思ってたけど、うん、で、僕もちょっとずっと飲みたいなと思ってたけど、全く手に入んなかった、アラマサのあのナンバーシックスが、いきなりあって、もう、うん、これのせいで、どっちかといえば、行きのファーストクラスは、最初の2時間ぐらい、本当にザ・ファーストクラスだったんですけど、これを僕ね、750cc の瓶で組んですよ。うん。熱いでくれるんですけど、おちょこというか、とっくりに。うん。一人で2本開けて、ほぼ、僕のファーストクラスはそれで、それ以降終わりましたね。ただ寝てたっていうね。でもうまかったな、これさ。はいね。ねえ。うん。ああ、それで、ニューヨークですね。これ、お互い別々の便ですね、確かね。そうなんですよね。この時、ケンさんが指定した待ち合わせが、このニューヨークのジョン、JFK から、ノースカイロールライデンに飛ぶ飛行機の席待ち合わせだったですね。そうだね。なかなかタイトな。ああ。なんでその現場待ち合わせにしたか、いや、ニューヨーク待ち合わせにしたかちょっと覚えてないけど。多分、ケンさんがアナだったんじゃないですか、まだ。ああ。か、ちょっと、なんか、JAL、まあ、じゃ同じ便ではなかったですよね。うん、そうだよね。で、JFK について、はい、ついて、まさちもうついてんのかなとかっていう、お互い時間は知ってたでしょ？うん。で、その時にね、僕の飛行機がですね、空港内混み合っていて、はい、開かないんですよ、その窓が。うんうん。下ろしてくれないの。あ、飛行機から降りれなかったんですか？降りれない、あの時は。で、その時に、で、1時間ぐらいかかるって言われて、あ、これ間に合わないわって思って、で、ちょっと遅れるわ、先行っててって、フライン送ったでしょ。なんかさ、渋谷のハチ公前の待ち合わせで、で、なんか、どっか先行っててって、ノリで LINE が来ましたよね、こう。先乗ってって。で、俺は一人、これ、この写真がそれですよ。最後、ノースカロライナ行きの、18時30、40分発ぐらいの飛行機を、でも、隣の席空いてんですよ。うん、座る人がいないで、ひっそり飛んでいく。まあこれか、この辺。そうだよね。だからもうあれも現場でまた撮り直してやったんだろうな、ね。ちょっと忘れちゃったけど。うん、なんか23時何分発の撮ったよ、みたいな感じで。
うん、ドヤ顔で LINE 来たの覚えてますよ。でね、こう、だからまあ僕が20時着ぐらいで着いて、これノースカロライナの空港なんですね。で、僕は荷物が無事について、まあ、アラスカのね、件もあったから、うん、ハラハラでしたけど、まあ、なんとかね、僕は着いて。あれ？行きは JAL で行ったんだっけ？うん、僕は往復 JAL でしたね。あ、じゃあ、ノースカロライナの行きは確かデルタかなんかだったじゃなかったでしたっけね、うん。だから JFK で結構ターミナル、遠くまで移動したので、すごい時間取って。うん。まあ、デルタもね、その、おっかないからね、あの、ロスバギーが ね。そう。で、アンソニーは、この時、ケンさんが初めて会ったんですよね。これ、今回のノースカロライナ編のガイドじゃないんですけどね、あの、僕のね、当時、ブルーブルーの、アメリカのこの東海岸の代理店やってたのがアンソニーってね、こう、うん、あれは南アフリカ人ですよね。そうだね。あ、じゃあその上、あれ？ギニアで？違う、南アフリカの、なんだっけ、ザンビア？うん。だからそんなようなところ出身で、うんうん、で、アメリカ行ったんだよね。そう、まあ、いかにも白、アメリカ人っぽい白人なんだけど、うん。出身はそっちなんですよね。だけど今、ノースカロライナに住んでて、うん。タバコ、どこだったっけな。一回。あのさ、ベイプみたいなさ、うん。うん。タバコ会社のね、社員なんだよね。なんつうんだっけ、ああいうの。こういうやつね。この液体。うんうん。フレーバー。フレーバーを作ってるって言ってたよね。ああ、そう言ってたかな。うん。まあ、それで釣りが好きで、で、釣りもちょっとビジネスでね、息子さんとかとハンドメイドルアーとか、サウも売ってましたよね、ハンターってね。ん？ハンターってサウ売ってた。そうだね。うん。まあ、そんなね、アンソニーって男がいて、あ、この、写真が前後しちゃってるね、この。で、まあ、彼と合流して、で、ケンさんがやっと23時過ぎですか。うん。ね、来てね。で、この3人での旅が始まるんですよ。もう。で、まあ、ケンさんはね、例によってもうこの写真ちょっとぼやぼやですけども、いきなり釣り、まあ3人釣りバカですからね、ひたすら魚の話でしたよね。うん。メニューとビッグって単語がひたすら飛び交ってたよね。そうですよね。で、ホテルがこんな感じで。うん、で、ああ、はいはいはい。着いて、だからもう1時か2時にやっとホテル入ったのに、うん、もう4時には出ましたよね。そうですね。で、マリーナ連れてかれて、まあ、まだ真っ暗なマリーナで、うん。でもね、急げ、言われて。これが僕らが乗ったボートで、こんな青い LED のね、ほら、もう嫌な予感しかないって。これ、ポイントがさ、うん、思い出してきた。すごく遠くなかった？遠かったです。何時間ぐらい走ったあれ？ 2 時間半ぐらいですね。だよね。はい。で、滝のように水かぶってきたら、襲いかかってきたもんね。だから、なんか、ビニールハウスみたいなの作ったじゃないですか。うん。だから、滝のように水かぶってたけど、あの隙間からすごい。隙間から入って微笑濡れぐらい行ったけど、うん、あれなかったら微笑濡れどこじゃないですね。これきつかった、本当に。しかもなんか一気に乗せられたから見てください、これ LINE 一つも LINE が通ってないの、たまに。俺これ乗っけないで大丈夫かなって、それが一番心配だったんですけどね。まあでも2時間半走って、うん、で、カンパチのジギングだったんですよね。うん、あ、そうですね。これはケンさんチョイスじゃなくて、アンソニーがどうしてもここに連れてしたいから。そう。ああ、俺この T シャツまだ持ってる。この人にもらったんだ。アンソニーがね、オフショア大好きだからね。そうだね。うん、
でも、ケンさんも、おっしゃる、カンパチとかやりますかっつったら、なんか外房で昔俺行きまくったとか言ってたじゃないですか。そうだね。実は通っていて、あれ、勝浦に行ってたんですか？大原。なんだっけ、長栄丸。あ、ちょい丸乗ってたんですか？はい。へあれ、平正がね、え。月始めなのかな。まあ、じゃあもうあの地神宮の一気に流行り出した時、ちょい丸だから。やってましたよ。あと、あすか、ゼニスとかも行ったもん。あ、全員そうだったんですか。ゼニスも行きました。あそこに巨大カンパチが30キロ以上が釣れるかもしれないっていうのでね。またあれも下田からなんか相当走ったよね、多ねえ、走って。分。6時間ぐらい乗るんだっけ。だよね。すごい遠かった。ただキャビンで寝れたんでね。そうですよね。なんだ、結あ、構ね。何年ぐらいやってたんですか、ジジングは。これがね、しばらく続けちゃってね。4、5年やってたんじゃないかな。北海道行く直前ぐらいまでやってた。そうね、結構やったけど、でもね、船酔いが激しくて。で、その時はもう極力毎週乗るようにして、特に外房のヒラメとかがね、もうすぐグロッキー。ああ、外房な、あの真白ねとかなんであんな、僕も酔わないんですけど、真白ねだけは酔いそうになったり、外房だけはな、の北東風が吹いてる時のうねりは気持ち悪いですね、あれは。なんでだろうだから、キハダとかもなんかハマって、な。グアムまで行きましたよ。キハダやりに。で、なんかね、100メーターからなんか1000メートルのドロップオフがずっと続いてる。グアム島の横にちっちゃい島でココス島ってのが確かあって、そこに行くラインがね、すごいブレイクだっつって、当時、台湾？いや、わかんないけど、なんかゲソラみたいな自分なかった？ゲソメタル。ゲソメタル？ 300 グラムとか400グラムぐらいのね。あれを何個か持ってね、行きましたよ。両備の、なんかリール。なるほどね。ハだワイ？いぶうまいですね、常備のリールだったらね。で、なんか30キロぐらいの釣りに狙いに行ったんだけど、また船酔いが激しくて、グラブで。ポイント着くまでにグロッキーでもう爆睡。で、7時間ぐらい寝て、全然釣れなかったんだって、友達と行ったんだけあ、ど、その時は。で、もう帰ろうかって言った時に、僕は復活したんですよ。もうちょっと待って、今やっと起きたからもうちょっとやらしてっつって、で、もう一流ししようかっつったら、2投目ぐらいで釣れちゃって。30キロぐらいが。へえ、カンパチ。すげえ。あ、そうや、キハダ。それは木肌が。そうそう、グアムにね。ただ、本当弱くてね。これもやっぱ無その感。時も飲んでましたよね。アネロンかなんかね。あ、これがアンソニーですね。120キロぐらいありますよね、このそうだね。なんかインクレディブルみたいだったね。の お父さんで、ね。実写版インクレディブルだね、この映像は。ただ、実際の顔も似てましたよね。見てる見顎てのる。感じとかね。頭蓋骨の形があれ、あのタイプのね。そうでしたね。ちなみに、うちのさ、カタログでさ、サングラスをさ、出してるんだけど、これのモデルがこのアンソニーの息子なんだよね。見た見た。奥ケさビン。んがなんか中国人だっけ？どっから？アジア人だっ韓けね。国人、韓国人。韓国人か。ですそよんね。で、久しぶりのオフショアがなんと2時間半乗らされ2時間半ね、走って。この魚なんつったっけな、タイニーじゃなくて。ボニータじゃないの？あ、違うのか。なんかね、なんつったっけ、西、大西洋、ヨイトっつったっけ、なんか、2番目は。あ、まあ、ボニータって言ってました。そうですね。ちょっと待って、これはね、ログ見た方が早いわ。
のやつか。うんうんうん。あ。ですよね。こんな感じ。ね、LH で、はい。すごく。カンパチを狙ったんですよね。うん。でもカンパチが、サメに変わるんですよね。サメに変わるんだよね。なんかサメ、アメリカはサメを取っちゃいけないんですよね、殺しちゃね。ガイドの、何したっけな、この人。殺しちゃいけないって言ってたじゃないですか、サメは。殺せないんだって。で、どうしたんだっけ、ちょっと。あ、だから、これも結局リーダーカットですよ。ああ。これも僕が、シーライド、なんかやっぱりこの旅長かったので、ジグをたくさん持ってくるのが、どうしてもあのバッケージのパッキングで何を外してこうかって時に、確か40キロまで、30キロだったかな、で、やっぱりどうしてもオーバーだから、重いジグとか、このカラーはいいかなって外してて、結局8本ぐらいしか持ってかなかったんですよね、ジグ。で、まあ、通常の8本あったらどうにかなるかなって思ったら。だから、切りたくないって回収したいみたいなことを。回収したい。ね。頑張ったんだけど。これでもさ、最初さ、5キロぐらいのカンパチだったからさ、うん。スイスイやってたじゃない。そうですね。普通に、あれ ?40 メーターぐらいだったっけ ?30 メーターぐらい。30メーターでしたね。だよね。そんなに深くなくって。はい。でもチンタラやってるとすぐサメに変わるじゃない。そうなんですよね。でも異常にカンパチが濃くってね。はい。こんぐらいのカンパチ、まあ、ていうか日本でこんな入れ食いの場所なかった、いまだかつて経験ないですね。ああ、だから筋肉2本ぐらい上げると、もう疲労困憊じゃない。はい。だけど、落としたら絶対来るじゃない ?100%。そうなんですよね。100%。必ず釣れる。ぐらい、カンパチの上映は濃かったですね。で、40メーターで上、中層から上にこれぐらいがうじゃうじゃ、中層っていうか真ん中ぐらいにヒットするのはこいつらで、で、ボトムで10キロとか20キロがかかるじゃないですか。だけどやっぱ20キロぐらいを、どんなにドラッグ締めてても、やっぱそうそう簡単に上げられないので、うんそうするとサメに変わるんですよね。そうだね。ちょっとのんびりしてるとすぐサメに変わる。とんでもない引きになって糸が切れるみたいな。うん。それをね、なんとね、このカンパチ狙いで、彼は、マサチは、豪天の LH でやっていて、これですね。この話はね、もう未だにしてるよ、あちこちで。あ、そうですか。うん。ああそれでもブログで見ましたっていう人すごく多くて。ああうん、この引きね。すごかったよね。俺は横であのもう、いやー折れるみたいなね。まあ折れたら面白いかなぐらいな感じで、ね、僕はやってたんですけど。ここから曲がるんですよっていうふうなの説明するのに、手っ取り早いかったね。もうパーが効いてるのが10リールから10センチぐらいしかないね、感じでしたね。すごかったなぁ。まあでもパワーバンドがね、広いさを、なんかフィッシュマンのさ、あの、こうレギュラーテーパーだから、パワーバンドっていうんですかね。うんうん、船の上下動と動く中で常、もうぐいぐいこうテンションをかけやすいから、うん、面白かったですね、なんか。うんいや、本当にハラハラした、このファイトは。ええー、まあ、僕はカンパチ20キロだと思って頑張ってあげてたので、まあ、だけど当時のブログで途中から嫌な感覚って、やっぱ冷めなったんですよね。で、ここまで寄せて、この棒でどうにか引っかフック回収しようとするんだけど、口の中で結局カットなんですよね。うん、まあ、こんな感じでね、こう。これ、霞畑かな、うん、グループは。これがあの、ノースカロライナって、もう巨大なグループは有名じゃないですか。うん。これがでかくなるんですかね。ゴラヤス?文字とかが釣ってるやつ300キロ。あれはどうなんだろう。あの、フロリダとかでもだよね。うんうん。色こんな感じですもんね。でも色こんな感じ。こんな感じの100キロ。詳しくないんですけど。
まあでもね、これは本当に入れ食いで、まあ、ケンさんもね、これぐらいは。ケンさんでも結構速攻飽きてますよね、したら。飽きたというか。いやもうね、もう腕がパンパンとかしたんだよ。つらい、つらかった。だって、どうしたら釣れちゃうんだもの。ただ、なんだろう、筋肉をいじめてるような。筋トレです。あ、これ、体勢をやいと。そうそうそう。体勢用。ね、体勢用なんつって書いてあった？体勢用やいと。リトルターキュニー。ですね。まあでもこんな感じでね、もうバンバン釣って、まあ僕は筋トレだと思ってね、バンバン釣って、で、こうなるんですよね。で、これ15キロぐらい。だからそこの方で、まあ別に、あの途中からもこのサイズは日本でも釣れるから、うん、こうでかいの頑張ると、こう、なるんですよね。あのもう一人なんか細いやつがさ、すごいいいのかけてたよね。あ、ジェイソンね。あの、ね、カメラマンのジェイソンが15キロ取ったかな、唯一。傍観者ですね、もう。なんかね、もう何かが抜けてる気がする、これ。もう早く岸に行きたいっていう感じ？でもこの頃もうあったんですね、ブリストのシャツが。あったね、そうだね。豪店デビューしてたからだっけかな、もう。ああ、そっかそっか。うん。これかっこよかった。あ、これね、これ。でね、まあ、ダブルヒットは。またやっちゃってね。これもすごかったですね。キロオーバー。グロかったね。これ食べたんじゃ、あ、これに、これもうって逃がしてったんだ。まあ、ことごとこんな感じでね。うん。すごかったですね。さすが LH やりますね。そう、LH 何でも使えるよね。いや、LH は本当に何でも使える。うん、結局、僕も遠征行くとき、いろいろ持っていくときに持っていける竿が絞られてくると、LH 一本でどうにかしちゃえばいいやっていう感じで、LH 持ってっちゃいますもんね。あの、投げられるルアーの重さが結構幅あるのがいいですよね。うん、で結構全体的にね、粘るから、はい。手話でも、キャスティングでも。ね、便利だね。で、まあ僕も多分ね、相当釣って最後ジグ全滅ですよ。ジグ全滅。8本持ってったジグが全てサメに変わって、最後借りたジグで釣ってましたね。このクッションが気持ちよくってね。この時のね、ケンさん可愛かったですよ。なんかね、甘えん坊感がすごかった。いや、もう体中で睡眠不足でしょ。あ、確かにね。前の日が2、3日で寝ないで。で、船酔い。これがターポリンに入ったビーズクッションだったですよね。巨大なね。これ気持ちよかったですよね。よかったな。そう、俺も買おうとかって言ってたじゃん。はいはい。でも日本で手に入んない。あ、入んないんだ。探したけど、なかったですね。このオフショアで直射日光を1年浴びても、こう、なんかダメなんないようなあの素材があるんですけど、それでできたビーズクッションがなかったですね。はい、で、やっと、お家帰って、うん、ホテル戻って。あ、で、マグロとカンパチ持ち込んだ。あ、キハダつたやつをね、持ち帰ってますね、うん。この時の日本食レストランで、うん、日本食レストランで日本人がやってるケースほとんどないですよね。ないね。俺も韓国人でしたよね。うん、そうそう。オーストラリア行ってもね、その、南米行ってもね、はい、そんな感じ。なんか悔しいですよね。だいたい韓国人系か中国人系ですよね。で、ちょっと違うんですよね。だから。
いや、ちょっとそこじゃないよね。僕にも、まあ、刺身はね、ここはマシ、マシでしたよね、まだ、まだ。うんうん、どこだっていうのは俺、ケンさんと言って、ニューヨークかどっかで、うん、ニューヨーク、もう、どっかで全然ちげえとか言ってた店あったけどな。うん、はい、まあ、こんなね。これ次の日。翌日は？翌日ですよ。翌日は、爆風で、爆風で、最初は出てったけど、風でダメになっちゃったんですよ。途中で戻った。しかも1時間ぐらい走ってからやめようってなったじゃないですか。で、なんかこう、あ、この地図。そうだね。その中でレッドフィッシュだ。この中でレッドフィッシュが、なんだ、これフロリダもこうですよね。うん、なんか東海岸、これなんでこうなるんですか？なんでなんだろうね。海の中の東海岸の半分ぐらいは海の中にもう一本こういう汽水域があるんですよね。うん、すごい入り組んでて、あ、これも、うん、こんな感じの、うん、なんかもうどこが海だかね。あ、でこういうとこですよね。ここでケンさん、レッドフィッシュ釣ってたの覚えてますよ。フィア岬。この辺の水路。こんなサイズね。うんうん。で、レッドフィッシュだってね、すごく、僕、ロマンがあって、はい。20キロぐらいになんかなるらしいんですよ。15キロとかね。ですよね。うん。で、しかも、車両にいるのね。そうなんですよね。で、小さいプラグとか、はい。ジグヘッドで刺して、はい、で、頭がやっぱりあれでかいんですよ。なんつうの、何に、石持ちの化け物みたいな、うんうん。雰囲気かな。大ニベとは違うんですよね。うん、ニベとは違う。厳密に、もう顔がもう全く違うんだけどね。うん、それが釣りたかったから、やったー、沖出ないで挑戦できるってすごい喜んでたの、この時。うんうん。ない写真が。やっと自分の釣りだとかって思って。はい。うん。そうですよね、ジジングじゃなくて。あれどこだっけな、ケンさんの。さっきの。うん、あら、ない。ケンさん、ケンさんレッドフィッシュ釣りましたよね。まあ、30センチぐらいだったかな。そうそう、そうだね。小さかった。僕はエースしか釣れなかったんですよね。あれ、さっきの写真。あれ、さっきあったよね。さっきどこだ？なんかジグスピナー加えてるやつでしょ？あれ、僕のブログで出てたような。うん、まあまあいいや。うん、まあ、そんな感じで、レッドフィッシュのやって、まあでも基本的になんかタフでしたね。バイトも少なくって、うんうん、で全体的にこう、岸沿いが足原みたいな感じになってて、まるでなんかバス釣りみたいにしてるみたいな感じで。うんうんうん、そうだそうだ。このジジングもできる船で、レッドフィッシュやったけど、この日は全然ダメだったんですね。うん。うん、で、別の人紹介してもらったんじゃないか。そうそうそう。なんか。フラットボード。うん。これ。はいはいはい。いかにも、今度日本っぽい。ね。うんうん。ケンさんがどう見てもご機嫌ですもんね。俺のフィールド感。俺のフィールド来たぜ感。ありますよね。で、同じ場所行ったんですよね。さっき言ったフィアミスに。うん、いや、そうだ、この時思ったんだ。21フィートでさ、俺の、僕が持ってる船とも変わんないのに、300倍積んでたじゃないですか。で、こう、確か50、そうだ、50ノット。50ノット超えてますからね。こんなとこに、こう、入ってくるんですよね。まあ。そう、こんな組んでたよ。やっぱ期待してたよな。こんな、俺、ね、デルタ系、デルタ地帯ですよ。
まさに。こういうところの、どういうところにイメージがあるんですか、ケンさん。このやっぱこういう際沿いで、なんか、際沿いでエビを食ってるような感じで、うん、だ下に口ついてて、吸い込んでるようなイメージですね。じゃあ、草の際を向いて、下向いてたり、上向いてたりするような。そう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 。うん、これだと奥にいるケースと、とんがった岬っぽいところ、どっちが多いんですか？いや、打ってる人、フライとかは奥なんか打てないじゃない？うん。で、フライフィッシングでもすごいポピュラーな魚だから、うん、やっぱ際とかちょっと離れたところなんじゃないかな。うん。なるほどね。だから、これその親分をやりに、ね、来年あたり、あそこ行かない？うん。ミシシッピ。おお、オファーですね。ミシシッピいいですね、うん。うん。あそこのデルタ地帯で。俺、レッドフィッシュは10キロ級2回かけて2回とも切られてるんで。え、いつ？フロリダで、うん、1回はフロリダで、水道行ったじゃないですか。うんうんうん、何だっけな、セバスチャンネット、はいはいはい、そこの払い出しで、あそうだ、ね、最後に僕がブロインジャークで、はい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 、なんか一本上手い人いたじゃないですか、一本釣った人、10キロぐらいの、うんうんうん、その人の釣り方見て、それが完全シーバスの釣りだったんで、こういう風に釣ればいいんだと思って、僕も目の前にマナティがいっぱいいた時だよね。そう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 。で、まだ200キロ級がさ、なんか3匹ぐらい泳いでるじゃない、うんうん、目の前を、うん、あれ引っ掛けたら大変だなと思ってそれ怖かったな。マナティはもう、うん、いないものとしてっつってましたレッドフィッシュをね見ちゃったんで、うん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 、で最後もう本当に山詰めかけて、でもう出される一方で切られたんですよね。ね、あそこはね、また全然釣り方が全く多分違うと思うけどね。ああ、うんうん。あの釣りはね、だってまさに河口でシーバスのやっぱでかいの釣る釣り方じゃないですか、あれ。うん、だからもう僕的にはもう一回リベンジしたいところですね。あれ払い出しに、フルキャッシュとして払い出しにドリフトして沖に出していった感じだよね。やっぱ65かぐらい、70ぐらい投げないと、馬の背の先の深いところ流せなかったんで。だから上手い人も、経典の14ぐらいみたいな、マリアのザファースト、まあ一緒か、そういうような感じの、ちょっと波動の強い14センチのシンキングミノを、あの人は11フィートぐらいで投げてたんですよね。だからすごい飛ばしてて。うんうんうん、そうだ。で、ドワーッとこう加工、ボトムギリギリをうまくたまにジャーク入れて流してて、うん、まあ、見事ね、10キロオーバーのレッドフィッシュ仕留めてたから、うん、まあその釣り2、3頭見て完全にイメージできて、うんうん、だから僕もね、ブレンでかけてたんですよ。あ、ちなみにこういったとこも、ケンさん、まあ、これケンさん、あ、これアンソニーがチャーターしたのか、うん。こういったとこもレッドフィッシュのでかいのが出るんですよね。この時は少なかったけど。うん。これだ。これがレッドフィッシュですよね。レッドフィッシュ。ベイビーサイズですね。ベイビー。で、だってさ、渡されたのはさ、このリグなんですよ。ジグスピナー。あ、これがいいよってね。あ、これがいいよ。ということはだね、この小さい針だから、魚のサイズもこんな感じかーって、まあ想定。あ、なるほどね。あ、逆にもうでかいのじゃなくて、こういうのを数釣って楽しむフィールド。なんだなーという感じだよね。ジェイソンのタックルボックスの中身とかね。この時シャルダスあったらなー。この時、あ、シャルダス強そうですよね、こういう草の際とか。そうだね。レッドフィッシュをフライで釣る、フライも人気ですねってあるんだけど、うん、そう、フライ人気ですよね。だからエビとか食うから、はい、もうまさにだよね。でしかもほぼシャローだから。なるほどね、うん、あの東海岸の地形はグリーンさんが書いてくれたんですけど、氷河期の終わりに海面が上昇して
もともとの海岸線が残った、そのように残るとああなるんだそうです。チヌのルアー釣りの方法が知りたいです。いるな、もう俺も釣れたことはいっぱいあるけど、なんか、チヌをガーって狙った経験あんまない、あんまないってか、チヌを狙いに行ったことがあんまないからな。確かね、水曜日から、ブルーブルーのフィッシング大学って、また YouTube チャンネルあるんですけど、ピーナッツさん。コバッチさんの回があるんで、あの人ね、もうチヌのルアー釣りの、もうスペシャリストなんで、その回でぜひ聞いてみてください。ヨータさんは海外で怖い目に遭ったことないんですか？こんなこといっぱい話せますよ。この間もちょっと。ここまで今日たどり着くかだけど。お話ししましたけど、ああ、まああるんだろうな。結局、忘れちゃうんだけど、すぐに。僕と以外、忘れちゃうってことはそんな怖くない。僕と以外の旅で一番怖かった時って何が？あーんとね。そんなねえんだ。ある、結構いっぱいあるんですよ。ありすぎて、今ありすぎて。っていうのは、なんだろうね。じゃあ、生命の危機。パプアニューギニアで、うん、村に泊まってるんですよ。もちろん、ジャングルの奥地で、宿なんかない。うんうんうん、まあ、町がないんでね。その川沿いにある、なんか、よく、ウルルンみたいな感じのさ、うんうん、あんなようなイメージで、村に泊まらせてもらって、はい。あずま屋みたいなところに、蚊帳を作ってもらって、はい。で、そこでハンモックで寝たりとかね、そんな感じでしてて、はい、で、やっぱそういったところって、もともとその地元のフィッシングガイドが、前もってこのお金渡したりしてね、で、食事はこんな感じのプランでっていう、まあ、プランって言ったって肉焼いたり魚焼いたりするだけなんだけど、うんうんうん、でそんな感じで毎日毎晩その火見ながら東屋から、肉が焼き上がるのを飲みながら待ってるわけですよ、うん、今日の釣りの話をしながらね、うんうん、だから突然ね、あーって大声が聞こえて、うん、なんだなんだってやったらね、うんうん、お袋さんと息子の喧嘩なんですよ。はい。で、お袋がなんかね、大きな声出して、で、その後、ゴンって聞こえるのね。はい。ゴンって何よみたいな。そしたらね、なんか、これぐらいの太さの木で、頭はどついてるんですよね。どっちが？親が。うん。息子は何歳？いや、真っ黒いからさっぱりわかんないんだけど、うんうん、多分、20歳とか。ああ、大人なんですね、じゃあ。大人ですね。うん、で、そのうち、なぜか姉が、お袋の味方をして、うん、で、二人で棒で持って、こう、殴ってて、はい。で、姉がね、一発いいの入れたんですよ。持ってみる。ガーンと入って。その時にはもう焚き火の前に来てたの、その。はい。そしたらね、血が出てきたの。はい。で、普通漫画とか映画だと、プシューってなるじゃない。はい。なので、ドロッ、ドロッって出てくるんですよ。うわぁ。あれ、やばい。やばいですね。痛い痛い。ちょっと止めた方がいいんじゃないのって、ガイドにも言ったら、いや、もうこれ、いつものことだから、うん、こうなると止まらないんですよ、うん。で、やっぱり学校がないでしょ、うん、で、なんだろう。ピュアじゃないですか。結局、すれてないから。はい。で、すれてない人って、怒りに対してもすれてないというか、うん、ピュアな人って、ね、怒りのスイッチが入ると、もう止まらないんですよ。だから、兄弟だろうが、息子だろうが、うん、徹底的にやっちゃうみたいな。っていうのは、あれ見ててちょっと怖かったなぁ。こん棒ですか、こん棒。こん棒で。で、息子もこうやって避けんだよ、こうやって。はいはい。ここで受けて。うんうん、で、バーンっていったら、こっちがこうなっていったの。怖い。
で、こっちも負傷でしょ、右腕。で、左で戦うわけなんだけど、2人から来るでしょ。はい。もうダメだ、止めようよっていう感じなんだけど、結局そのまんまね、亡くなっちゃったんですよ。ああ。僕らの目の前で。へえ。うん。あれはちょっと、まあ自分に襲いかかってきたわけじゃないけど。酷なシーンですね。それは凄まじいかな。でも、日常ですって言われて。うん、すげえ。これはちょっとね、トラウマになりそうな。え？トラウマになりそうな。トラウマになりましたね。だからこの人たちは怒らせてはいかん。うん。だから常にその飴とか、いろんなお菓子を持ってて、うん。はいはい、どうぞどうぞ、つって。ご機嫌とって。ご機嫌とって。で、南米とかだとこれが、今度、インディアンになるわけですよ。インディアンの原住民、うん。で、彼らも同じような環境にいるから、うん、そうなんだと思って。いや、普通はすごく優しくて、いい感じなの。うんうん。うん。ピュアだからね。うん。うん。だから、とにかく、ニコニコさえしていれば、うん、こっちにはそんなに害がない。うん。っていうのはあったけど、もう、それがもうトラウマになっていて。怖い。それは怖い思いだ。ああ、本当に、おっからだな。だから、病気にもなって、はい、薬もないし、病院もないから、うん、だから、大体その村に祈祷師っていうのがいて、はい。もう祈るというやつね。なるほどね。それしかないから、平均寿命も短いしね。うん、はい。まあまあ、ちょっと。話されましたが。飛びましたね。まあ、だから、初日カンパチとサメバクチョウで、2日目、3日目はしょぼかったんですよね。うん。で、ノースカロライナ終わって、で、ローリーダーラムに戻って、あ、で、アンソニーの家に泊ま、あ、アンソニーの家に、行ったんですよね、まあ、これ。行ったね。アンソニーの家、超豪邸。まあでもアメリカだとこんなもんでしたかね。うん、どの家もこんなもんでしたね、うん。ちょっとビビりましたね。うん、中は、各部屋回りましたっけ？回る、うん。案内してくれた。なんか、上上がったりしたような記憶。そう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 。全部は案内してもらったかな。で、ケビン、そうだ。で、一部屋。ブルブルのね、こう代理店やってんな、みたいな感じでね、うんうんうん。まあ、そうだ。で、なんか、カンパチのジリングで、まあ、当初はやっぱりプラグよりもジグを売りたいってアンソニーが頑張ってて、でブルブルのジグはね、日本で作ってますが、メイドジャパンでアメリカで販売してもやっぱ20ドルぐらいなんですよね。だけど、2時間で8本なくなる釣りじゃないですか。頑張ってジリングが。で、僕も確か初日の釣りの夜、釣りの日終わった後釣り具屋さん寄ったじゃないですか。で、シーライドなくなっちゃったので、シーライド取り扱ってる店連れてってもらったんですけど、うん、シーライド1本買って、うん、あと中華製のジグ6本ぐらい買ったんですよ。やっぱどうせなくなるからって。で、中華製のジグが5ドルとかだったから、うん、だからアンソニーにね、ジグは難しいんじゃねえかって話してたんですよね。そうだね。あんだけロストするんだったら、みたいなね。言いづらいよな。で、まあバーベキューしましたね。うん、バーベキュー。このビールおいし、なんか、フロリダからお気に入りでしたね、俺とケンさん。うん。ヤングリング、イェングリング。なんか、まあ、どこ行ってもあるし、そう、飲みやすくて、ね。必ずこれをボトルで買うようになりましたよね。でも、ひたすらこればっかり飲んでたじゃないですか、なんか。釣れない、まあ、カンパチと2日間の釣れない釣りも、二人で二打、一人一打差飲んでましたよね、これね。あ、ダニエルだ、ダニエル。ダニエル。そうだ、そうだ。
ケンさんがね、おもむらにさん自分のサングラスつけて、おい、いいねとか言って写真撮って、それを反復に使ってます。そうそうそう。いや、これ、あの時、それは、あの、なんだ、あれ、あの時は。それはフロリダだ。フロリダで。そうそう。この1年後か2年後で。また再会した時ね。そうそうそう。だって、まだなんか幼いじゃん。で、まだ子供でしたよね。うん。うん。はい。死ぬほど男前に化けていくんだよね。そうね。さあ、で、次の日、ニューヨークに戻ったんですよね。はい。このニューヨークは、はい、観光を入れたニューヨークだっけ？そうでしたね。結局、まあ、なんかハドソン川でストライパーもやってもいいけど、うん、せっかくニューヨーク行くならって言うんで、やっぱりタイムズスクエアとか、うん、まあ、ケンさんが映画詳しいじゃないですか。だからなんかあちこち行きたいって言ってましたよね。うんうんうん。やるところ見たことあるようなとこばっかりだと面白いよね。はい、で、ニューヨークからマンハッタンに、JFK からマンハッタン行くときに、うん、タクシー乗ったら、いきなりこの人が、めっちゃ大音量でラジオかけて、もう怒ってたじゃないですか、なんか。電話で怒ってたんだ、出したっけ。うん。すげえ不機嫌で、うわ、これいきなりまたトラブってるぞ、みたいな感じで。うん。あの、ブロンクス地区突入しちゃった人だっけ？そう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 。なんでそっち用ないけどみたいな。マンハッタン島つってんのに、全然違うとこね。うん、すごいなんかこう、恐ろしいエリアに突入していったよね。そうそう。ブルックリンだ、ブルックリン。ブルックリンか。そう、手前のブルックリンでいきなり降りて、で、ね、Google マップで場所はわかるから、うん、おいお、全然違うぞつって、でね、運転手とか、なんかめちゃくちゃ怒ってる人にも言うんだけど、なんか大声でわーって言われて、うん、あ、ちょっとやばい、どうしようみたいなね、感じでしたよね。で、最初乗ったタクシーがこれだったんだけど、うん、これに乗り換えろって言われたじゃないですか。覚えてますか？覚えてる。降りろって言われたじゃん。降りろって、ここで降りろって言われて。ここで降りるみたいな。マジか。何が始まるって感じだった、ね。俺の人生がここまでからってちょっと思った。これ、典型的にやっちゃったパターンじゃないかと思って。でね、ここで降りろって言われて。この文章が多分面白いんじゃないの？ケンさん、助手席どうぞって。先に友達やねんけど。つもりだね。でね、で、30分ぐらい待たされましたよね。うん、このウォンボロ車に乗れって言われて、で、ケン、まあ、で、1、2回なんか外でね、ケンさんタバコ吸ったりしつつ、うん、この運転手も帰ってこないまま30分ぐらい放置されて、うん、すごく治安の悪そうなところでね。うん、でも僕はね、なんか、横見たらこんな景色ですからね、典型的な、典型的なボッコボコにされて、ボッコボコにされそうな場所ってですかね。ねえ。やばいよね。何人で出てくるんだろうみたいなね。僕は後ろにいたんで、なんか、僕、ザックにロープがあったんですよ、ロープが。うん、40センチぐらいの。でも何かあったらもう、で大丈夫、ロープ使って。もうパンだから。いや、だけど、その前にもう、そうなる前に、もうロープ使って、こいつを首にロープかけて、もうこのシートごと、全体重かけて、シートの裏に隠れながら締め切っちゃえって思ってたんですよね。なんかちょっと準備まではしてなかったけど、それをシミュレーションしてるぐらい。そうだったの。で、ケンさんには死んでもらおうと思って。ちょっと席で。まあでも結局こいつの狙いは、
ちょうど僕らが夕方5時に空港着いちゃったのがいけなかったんですよね。だから、あの、多分タクシー会社には、空港にで並んでたけど、お客さん来ませんでしたっつって、お客さん来ませんでしたっつって、タクシーを戻して、でも実際僕らは途中までのタクシー会社のそばまでも乗っけてきて、自分の車乗っけてる、来てるから、まあ、白タクですよね。そうだね。うん、で、僕らが払うタクシー代金は、まるまる自分がもらうっていう、まあ、いかにもね。本当だよ。いやー、そんだけでよかったよ、と思ってね。本当ですよね。ああ。まあ、だから走り始めて、こう、マンハッタン島に入ってって、まあ、そういうことか、みたいな感じで。うん。で、急に機嫌良かったじゃないですか、この辺ぐらいから。うん。あれは何だったんですかね。いや僕、運賃猫ババがうまくいったからよかったのかな。で、これでホテルか。そうですね。でもなんかニューヨークの街、初めて入った時にどんな印象を持ちました？こう。いやー、やっぱり見たような、聞いたことあるようなところばっかりだがさ、うんうん、すごい短い距離で連発出てくるでしょ。はい。まあ、興奮したな。ですよね。あ、すごい、あ、本当にテンション上がるってこういうことかみたいなね。うんうん、なんか、よく芸能人とか、まあ日本人でも英語得意な人とかで、ニューヨークかぶれな人いるじゃないですか。うん、僕はああいう人が苦手で、うん、なんか、ね、日本とアメリカ戦争もして、This is song for USA とか言ってる場合じゃねえだろうとか思ってたんですけど、なんか、やっぱ来たら、あ、この国すごいな。まあ、シアトルで思ったんですけどね。うん、アラスカの帰り言ったね。すげえなと思ったんですよね。で、やっぱり、本当に人種が、人種の多さもすごいしね。人口もそうだし。ホテルは衝撃でしたよね、このホテル。いや、これ衝撃なんてもんじゃなくて。仕方ない。エレベーターがない。エレベーターなかった、なかった。うん、で、あの、30キロの荷物を階段で、俺3階だったの。3階か4階。だよ。君2階でしょ。はい。でね、俺、そんで、あの、スーツケースのタイヤ、コロ、1個やられたの。うん、このあの、その階段のせいだ。階段でやられたんですか？やられたの。これ、あれなんですよ。この、今、これ写真撮ってるのは、入り口のドアから、当てた写真で、シャワールームもトイレもなくて、ただベッドとスーツケースを置くスペースがあるぐらいでしたよね。だから何畳っていうの、これ2畳ぐらいっていうの2.3、まあ3畳だな、3畳。3畳あるかっていうぐらい。あ、それぐらいの部屋。もう広げるスペースがないじゃん。エアコンが頭の真上っていうね。これは入ったよね。窓閉まんなくて、僕2階だったからめちゃくちゃうるさかったんですよ、街の音も。うんうん、あ、いや、俺もうるさかったよ。でも1泊180ドルでしたよね。だから2万円弱で。だけど、まあ、当時でもそうだし、もうその後ね、エスカレートしてくんだけども、日本の物価とアメリカの物価が一気に開いてって、たの実感したのがこのホテルの部屋だったかな。うん、だからあのこのホテルでチェックインして夕飯か喫茶店で探したじゃないですか、パソコンで。うん、部屋変え、ホテル変えようよっつって、うん、だけどそれこそ普通のツインルームが今度1泊10万とかで4泊で40万とかだから、うん、もうここでいっかってなったんですよね。うん、まあ、これがニューヨークかっていう。そうかな。なんでなんだろうな。そんなに上がっちゃう。なんか、まあ、人は多かったけど。まあでもその後さらに、それこそこのね、コロナショックで経済的にはだいぶ、ちょっと一回、あの、経済的にショックになってますけど、その直前まで離れる一方だったんじゃないですかね、ニューヨーク。それでもこんなにね、狭い部屋はね、こっち行っても。いや、僕も人生ナンバーワン、狭さ。うん、結局部屋に居場所ないから、みんなここに
中庭に集ってましたよね。ああ、そうだ、俺ここでカルチャークラブ聞いてますよ。なんでよ。いや、なんかニューヨーク来たらこんなカルチャークラブ。カルチャークラブはイギリス人だよ。そうか。でもなんかすごい僕の中でニューヨークのイメージの曲でしたね。80年代。でね、二人最後街中出て。うん、まあ、なんか、立ち止まって写真撮ってばっかりでしたね。何がかっこいいんだかわかんないけど。カフェがまずかっこいいしね。で、隙間から、道路の隙間から見えるビルが見たことあるビル、映画とかでね。だってなんか、今朝どっかの階段で、うん、なんか、なんかの映画で、ここで郵便局員が死ぬんだよとか言って、こんなポーズでとか言って、方針 Day After Tomorrow だったかな、なんか、うん、インデペンデンスデーかなんか、とか言って、階段で死んだ人の真似してましたよ。で俺撮らされたら覚えてる。この階段でこうやって死ぬんだよとか言って。ブルックリン・ラガン。ねえ、もう、あれスクエア来て。で、タイムズスクエアに向かってんのか？はい、タイムズスクエアに入ったんですね、日が暮れた頃。でね、スパイダーマンが、ここ捕まってたよね、みたいな。捕まってたね。してね、こう。まあでもなんかやっぱデザインし、一個一個のデザインが本当にかっこよかったな。それはすごい印象。ブロードウェイも行ったね。ブロードウェイ行きましたね。マディソンスクエアガーデンも行きましたね。で、オイスターバー入ったんですよ、オイスターバー。忘れもしないオイスターバー。うん、忘れちった。なんか、美味しかったっけ？いや、くっそまずかった。いや、そうだよね。生臭かったやつか。そう。いや、生臭いし、うん、なんかもう終わっ、ケンさん怒ってましたよ。日本だったらこの店は潰れてる、みたいな。そうだ。だからそういう風な悪い思い出は、すぐ脳みそがね、消そうとするんだな。うん。覚えてない。この辛い人生ばっかりだったんですね。まあでもね、やっぱアメリカ入るともうポテトと肉のと、だから油ポテト、パン、ビールみたいな。うん、だからね、海鮮地で入ったのにもう、それひどかったな。あ、すごい生臭いって書いてあるよ。うん、ですね。で、寝て、次の日、ああ、デリでね。まあ、こういうのが美味しかったですね。なんか、街のね、デリで。ニューヨーク観光したんですね。うん、ロックフェラーセンターに登ったんだ。え、そうだっけ？はい。あれ？エンパイアとか登んなかったっけ？エンパイア確か帰り。あ、そっかそっか。帰りのニューヨークで。帰りのニューヨークか。トランプタワー、エンパイア。じゃあエンパイアです。登った、うん。これロックフェラーセンター。260メーターからね。あ、キングコングが登ってたとか、ケンさんが話してますよ。そうだよね。こっち？こっち？いやー、すごかったな。で、教会なんかも見ながら、まあ、基本飲みながらでしたね。ああ、今の待って、戻して。このさ、このメキシコのコロナビール。はいはい。生産中止だって。あ、今回のでね。はい。すごく好きだったんだけど。で、また作るんですよね。だろうね。名前は変えるんじゃない？ああ、そうなのかな。
ライムさしてね。ね。好きでしょ、きっと。ですよね。あやっぱ浜さんが、うん、このビールにライムとかレモン突っ込んでも美味しいんだって。ああ、合うかもね。うん。これがさっぱりしてて、さらにさっぱりしてて。うん。コロナ、かぶった。いやだ、かぶらないよな、あれだけ第3のビールがいっぱいあるのに。でも俺もこればっかり。ねえ、これ美味しいですよね。あ、で、ケンさんが行きたいって言ってた。モマですね。モマ？モマ。モマって言うんですか？うん。これあれだっけ？ピカソがいっぱい入ってたってことだっけか。うん、もう何でもありましたよ。何でもあったね。なんか2時間後だったか3時間後、出口で待ち合わせっつって、2時間後ぐらいっつったのに、ケンさんが1時間以上遅刻したのは覚えてます。そうだっけ？まあ、諦めてましたが。いや、もうピカソの難解な絵見てるともう、ねえ、これなんだと。ピカソとかは貼ってない、ないの？ピカソ、ちょっと待って。でもね、やっぱ僕とケンさんが残した写真、全然違いましたよ。違ったよね。うん、なんか僕は、なんだろう、なんかこんなのばっかり写真撮ってて、うんうん、A さんの写真見せてもらって、うん、この後飯食いながら。彫刻のなんか造形みたいなの結構いっぱい撮ったような気がする。うん。すごく力強い。人間とは、全然、これ何っていう人間の形してないのに、うん、人間風に見えて、うん、めっちゃくちゃ力強いっていう不思議な彫刻とかね。うんうん、でこなんでそういう風に見えるんかなとかね。なるほどね。あ、いろんな角度からその造形物を見ると全く違う表情になっていって、いや不思議だったな。ぐるぐる回ってたもんな。やっぱケンさんはデザイナーなんでしょうね、うん、センスが。はい、で、そのまま歩いてセントラルパークに。うん。ケンさんは24の話をひたすらしてましたね。あ、そうだっけ？うん。僕見てないんですけど、あのドラマ。そんなすごい出るんですか？うん、何？そんな、ここがよく出るんですか？そんなに出てる感じではないけど、なんでそんな話して、あ。ああ、で、この子が出てる。ああ、久しぶりに。これ、昔のブログとか見てる方は、知ってますよね、この方。なんと、セントラルパークで、習字のパフォーマーですよね。うん。で、その人に、どういう風なことするんだろうって、聞いてたら、初めてだったのかなこの日。そう、なんか、そう、書道家になりたくて、なんかニューヨークでこのセントラルパークでパフォーマーやりたいって来たって。京都は、なんか2日間やるって言ってましたよね。でもなんかこう、もじもじしてなかったっけ最初。そうそう、うん、全然、うん。恥ずかしくて、これからやろうとしている、もう意を決して今やろう。今日からやるぞっていう風な段階でね。はい。その時に、あ、日本人ですかみたいな感じで、声をかけたと。ね。なんかパフォーマーの人がすごいいて、うん、ね、その中でいきなり、お、日本人、漢字とかがね、日本人だったから、うん、あ、日本人かななんつってね、話しかけてたんですよね。そうだね。そして、突然、あっ、ってちょっと思って、とあるお願いをしたんですよね。うん、この方に。うんうん、僕今、こう、そう、まさに中村さん、魚男ですね。うん。あの時に
思いついて、はい、魚編に男という造語ですね、これをこの人に書いていただこうっていう発想になり、うんうん、だからコモドのブランクスに印字されてる文字っていうのは実はこの人のデザインなんです、うんうんうん、元気かな、この白い紙に書いてもらってましたよね、うん、しかも一発でしたね、下書きでしたね、ねすごくバランスがよくって、一発で僕が横で見ててもわっこれは当たりだっていう、すごいいい書体ができましたよね。本当にバランスが良くてかっこよかった。まあ、僕はこの後ろにいるアメリカのシャツ着たおっちゃんがずっとこの子に張り付いてて、何してんだこいつって思って。で、この子に後ろの人何って言ったら、なんか知り合いとかいろいろなのかなと思って言ったら、いや朝からずっといるんですとか言って、うん、もうこんなにいきなり来てパフォーマーでね、人生なんていうの、この子に確か当時21歳とか22歳って言ってるじゃないですか、うん、そうだっけ、ね、お金貯めてニューヨーク来てパフォーマー当選とかやってんのにはいきなり朝からストーカーに絡まれてかわいそうにと思っていましたかな。いや懐かしいな。待って、写真ないかな、ダウンロードの方だこれ、うん、これですよ。懐かしい。これ見てください、このバランス。素晴らしいよね。すごかったよ。ラフはね、その時に書いて俺渡したんだよね。こんなようなイメージで、うん、ものすごく勢いのあるような感じでお願いしますというリクエストをしたような気がするね。うんうん。うんうんうん、いや、もう見てくださいっていう、むしろこのケンさんの風貌ですよね。こんな怪しい人がいきなり魚辺に男ってちょっと書いてくれよって言われてたからね。で、お礼したんですか？あのね、結論から言うとね、うん、してない。あ、お礼はしましたよ、当時はね。その場で。当日、あの、お金渡して、うんうんうん。で、なんか出来上がったら渡そうかなと思って、ああ、うんうん、で、その時に探したんだけど、名刺が出てこなくて、で、改めて、なんか、君に聞けばよかったね。あの人の名前なんだっけって。うんうん。うん。この写真持ってるって知らなかった。名前あったんだって。そうですよね。うん。それでね、いや僕も、この放送にあたって、うん。ちょっと何してんのかなって思って、名前入れてみたんですよ。うんうん。そしたらね、まだ活動されてて、うん。ほら、こうやってパフォーマーやってますよ、ね、まだ。うんうんうん。え、でもさ、2015年って書いてあった、今。あ、2015年。まあ、こっちのは、ないですよ。ちょっとさっと見つかったのが、こんな感じ。あ、なるほどね。え、2010、これ日付なんて書いてある？ 2015 年の。これアップした日付。2015年12月31日。あ、じゃあ、僕らと会った後だね。そうですね。うん。ここで魚男って返したら面白かったね。それ何ですかって言って突っ込まれてさ。いやー、ニューヨークでね、みたいな。それはすごい面白かったね。そうね。まあ、頑張ってくれてるといいですね。ねえ。いやいや、すげえ。すごい、面白い。だいぶ大人になって。懐かしい。で、ここから、この日、ブログに一つ書いてない店寄ったじゃないですか。うん。その話します。なんかあったっけ？あのお金まいたとこ。思い出した。やばいんじゃない？やばいですか？やばいでしょ。あの店の帰り、一番ニューヨークで怖かったですね。あのタクシーの運転より怖かった。
2人で走ったじゃないですか。やばい。屋根を貸するって。え？その店出て、うん、あれがハドソン、イースト川って言ったかな？もう一つの川の、川沿いだったじゃないですか、ミス。うん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 。で、タクシーもなくて、二、うん、人でタクシー拾える道まで歩こうって言って、うん、いかにも、中央分離帯みたいなところずっと延々と歩いた時は。地区？中央分離帯みたいな。と、うん、その、なんか、暗い人通りもない。うんうんうん、いかにも、後ろから人が来てバーンってよく、はい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 、あの暗殺されちゃうパターンのシーンによく出る。ああいうこう、とこで僕とケンさんが店出て歩いてたら、二、うん、人組がスッて後ろに来て、で、僕がケンさんに後ろなんか二人組、あれ大丈夫ですかねって言って、いやどうだろうねって言って、反対側行きませんかって言って、反対側来たら、彼らも反対が10分瞬間に、ケンさんが走ろうって言うんで、走ろうって言うんで、走ったんですよ、僕とケンさん。ああ。忘れてる？本当。まあ、特に何もなかったですからね。あ、そうか。よかった。まあ、あれが、でも、なんか、僕の直感であれば、ちょっとやばいパターンだったかなって。そうでしょう。なんか。2人組のついてき方が、まあ、やばいなって。しかも、僕らが店から出るとこを見てた人たちっぽい、その、後ろの入り方、うん。あの店から出てきて、しかも、ジャパニーズ2人、ひっそりとしたところに歩いて行った。うん。やっちゃおう、みたいなね。うん、そう、ヒロさん。正解ですよ。まあ、でも、なんかね、ちゃんと芸術的なとこでしたよね。うん。そうだったね。やっぱニューヨーク行ったらね、行きたいなと思ってたんで行って。で、僕忘れられないのが、なんか、それこそ、プリズンブレイク出てくるあの俳優の子いるじゃないですか。うん。名前ちょっと忘れた。僕もちょっと忘れた。彼みたいなスーツ着たすっげえ決めた人が、うん、あれは、1000ドルぐらいですよ、多分。こう両手いっぱい1ドル札こう持って、うん、札束こう持って、うん、あるダンサーが踊ってた時、うん、その人の前のちょっと、なんか、巻き台みたいなとこ上がってる、ボサーって、1ドル札1000枚の紙吹雪、すげえと思ってましたね、あれ。あれだな、あれだよな。あれ、あれ10万円 ?10 万一発で巻いちゃうんだ、この人、と思って。似合うんじゃない？まさに。いや、僕らは10枚でしょ。10枚。じゃあ100枚やりませんでしたっけね。1万円分ぐらい買えて、100ドル札で100枚ぐらい1ドル札負けて、僕なんか2回ぐらいに分けて巻いた記憶が。うん、このタイ料理屋さん、2回行きましたね。なんか。美味しかったね。うまかったですね。ここは美味しかった。ここで一番、ちょっとここでは話せないね、話、いっぱい話しましたね、なんかね、いろんな話。ひどい話から、話して話からね。うん、ここ美味しかったなぁ。違う。あと、俺最後ちょっと下り書いてますけど、ケンさん最後寝ちゃったんですよ。あ、金髪美人が踊ってんのに。はい。で、次の日は、ケンさんが、朝寝坊して、うん、砕きハンバーガー食って待ってたんだという感じで。ああ、で、この日も歩いたな、このマンハッタンの南側に行ったんですよね。地下鉄乗って、うん、覚えてましたね、911。だね。グラウンドゼロ。グラウンドゼロね。まあ、ここはちょっとね、ちょっと、
悲劇のね、場所でしたから。うん、まあ、僕とケンさんも神妙に見てましたよね。うん、ケンさんはどんなこと思ったんですか、ここ行って。とにかく、あの、映像がもう刻まれちゃってるからね。うん。あれが、あんな風になくなるんだ、みたいなね。ここ、うん、ここが、そのビルの、ま、真下っていうか、ビルがあったところですよね。うん。で、あの歴史も結局深すぎるじゃない。うんうん、なぜ、ビンラディンが報復に出るかっていうところ。うんうん、でも、そもそも、うん、アメリカはさっていうところもあるじゃない、うんうん、その歴史自体がね、もともとのそのビンラディンのその生まれてからの死ぬまでのストーリーをなんか読んだことがあるんだけど、うんうん、うん、極端なこと言うと見方によっては悪くないっていう、うんうんね、側面もあるし、もちろんテロリストとして復讐としてそれやっちゃうのはいけないんだけど、うん、ここまで追い込んだ背景があるんだよね。うん、ものすごく追い込んじゃったっていう。政治と政治のね、お互いの政治がね。うん、そう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 。で、それもあるんだけど、でも、ここにいる何万人の人は、ただバリバリ仕事してただけだから、うん、全く関係ない。関係ないよね。全く関係ないわけで、もう切ないよなぁ。でしたね。だから、なんとも言えないよね。うん。一口では言えないけど。別々で見ましたね、ここはね。うん、そう、まあ、ここにも書いてあるけど、ほとんどの人が泣いて見てたのが僕印象的でしたね。で、亡くなった人の写真が壁一面にあったじゃない。うんうんうん。あれもたまらんな。あの柱がこのぐにゃぐにゃになってる。ね。とか、高熱で溶けた柱とか。うん。エレベーターの機械とかね、うん。これすごかったですね、消防車の音。そうだね。もう本当にずっとなんかドキドキしてたね。うん。まあ、で、ウォール街に入って、うん、あ、で、僕がちょっと、為替のトレードをやりたいから、ケンさんはちょっと自由時間。この時も、YJFX だったんだね。この時から YJFX で、YJ ですね。YJ だったんですね。こんな感じでね。うん、RCI 使ってね。まあね、やっぱちょっと、金融のね、世界のもうウォール街って言ったら最高の聖地ですからね、うん。そこでニューヨークタイムでトレードしたかったんですよね。うん、日本だとまあ10時ぐらいですからね。うん、そうなんですよ。でもね、ちょうど僕がもらった時間が持ち合いのタイミングで全然トレードできなくて。うん、うん、なんか140円マイナスみたいな。全然やってる意味ない。ほら、このまだ14万枚とかでやってますからね。うん、なるほど、うん。で、また、イーストリバー行ったりして、うんうん、ブルックリンブリッジ、はい。ブルックリンブリッジとか。はい。あ、で、結局こういう街をまたね、入り込んで、うん、味鮮ラーメンがあったんだよね。なんかね、中華。マッサージやったよね。うん、うん、中華やってないで。そうそう、歩き疲れたから、うん、マッサージって写真ないけど、まあ、ビール飲んで歩いてマッサージ行って、うん、夜森本行ったんですよね、うん、まあこんな感じでね、さあさあさあ、これホテル前だ、はい、ホテル前ですね、はい、あ、でこっからこういう、ああ始まりますね、GFT のロングドライブだね。うん。うん、ニューヨークからケープコットに行こうっていう計画なんですよね、うん。3時間ぐらいでしたっけ？ 6 時間ぐらいでしたっけ？
や、結構遠かったんじゃないかな。結構遠かったでしたっけね。うん、高速で路線乗り継いで。ああ、これだ、これ。うん。赤で。ニューヨークから、ここですね、ここ。ボストンの右下にね。そうだ、ロングアイランドのね、横を、ザーッと走っていく。うんうん。地で。古い町なんですよね。もともとイギリスとかからアメリカ人が上陸してきた。うん。アメリカ人の先祖がね、上陸してきたエリアで。古い町並みのとこっていうことでしたね。あ、なんていうか、5時間って書いてあった、今。うん、5時間。もう。東京、名古屋。この時は別に、あれだよね。おまわりさんに捕まってないよね。捕まっちゃったんだっけ？このフリーランド。ここでもうやっちゃったんだっけ？ここで、そう、まあ、こういう道を走ってたら、そう、このなんか、川沿いですよ。で、海中に飛ばしながらやってたら、ケンさんが、なんかまさしくご機嫌の音楽かけてよって言うんで、僕がケーブルにつないだら、iPhone が音鳴らせるようになったから、マルーン5かけますよ、つって。それいいね、なんつって。その時の動画がね、Facebook とかにあったんだけど、なんかちょっと見つけられなかった。ああ、え、あれ動画撮ってたの？リンクが。ああ。見えねえんだ。超ノリノリだったら、ふーっつって、おまわりさんが来て、レンタカー借りてから21分後ですよ。うん、これデジカメの写真時計で。出てすぐ、おまわりさんが来て、車止められて。で、この間これ、あれ、ちょっとじゃあ、触り話したもんね。そうですね。うん。まあ、ちょっと前回ね、話したんで。うんうん。まあ、なってますね。ほら。まあ、いったな。まあ、アラスカに続いてね、違反切符でしたね。うん。また切られちゃったっていうのね。免許ないのに免停とかなったりするんですかね。これいくらか。違反。ちなみにね、俺これ、払い忘れてる。払ってないんだ。あれ、5年ぶりに思い出しちゃった。うんうん。ただ、その間も結構アメリカ行ってるけど。その後フロリダ2回？ああ、まあ僕フロリダ2回です。乗り継ぎ先としても、はい。何回も行ってるけど、何も言われてないな。うん、じゃあ。じゃ払い損なんですね。アラスカも払わなきゃよかったパターン。いや、あれはもうそのまんま、警察署に行ったからね。まあ確かに確かに。うん、警察署で払って、この場で本当に払えるような仕組みがあるといいと思うけどな、旅人には。どっか行っちゃったんですよ。うんうん。うん、本当に。あ、もうないっつって。で、マック食って。ああ、ピンクベリーだ。懐かしいな、これがね。僕、なんかアメリカのパーキングエリアには必ずがかなりの率でこのピンクベリーっていうフローズンヨーグルト屋さんがあって、うん、で、なんかフルーツトッピングできるんですよね。うんうんうん、で、なんかもうすっかりハマって、日本だとお台場にあるんですよ。ミナスポットの中に。だからもう僕、シーバスの雑誌とか動画のロケワンオクでやるとき、かなりの率で途中寄って、食べますね。うーん。え、札幌にもあんのかな。あ、札幌ないです。ないの？東京と大阪にしかないですよ。へえ。もっと日本ね、進出してほしいなと思ってたんですけど。いいね、食べたいね。で、ウォルマートかな。うん。マートで。まあ、ライセンスね。ライセンスをね、買ったんですよ。はい。現地でさ、買うと、まあ、時間かかるよね。うん、うん。これは可能であれば、日本で取っといた方がいいですよ、皆さん。あ、取れるんですか？取れます、取れます。ああ。それいいですね。うん。毎回1時間ぐらい取られますもんね。え？ 1 時間ぐらい取られますもんね。そうそうそう、そう。まず時間はかかるし。
私はあのウォルマートも慣れてない感じでしたよね。うん、なんか分かる人がいないからみたいな感じでね、すごい時間かかってた。うん、本当現地は時間かかるわ。ね、まあ、釣り具だよね、買って。あ、着いた。ああ、このモーテルみたいな、うんうん、車目の前つけられるホテル、良かったですね。うん、ここは良かったな。部屋も大きくて。懐かしいね。これって、一部屋ずつ取ったよね。そうですね、隣の部屋で、ケンさん。やっとなんかまともな部屋って感じだよね。うん、この辺のレストランが本当にあの味がある、いや、味がある、うん、いい店多かったなぁ。こんな感じでね。ああ、そうか。すごい満卓だ。満卓で20分。メニュー見てもさっぱりわかんないから、これ俺どっかに聞きに行ったんじゃなかったっけ、人に。何が美味しいとか言って。そう、この若いカップルに絡みに行ってますよ。違うよ。これね、あの、奥、左奥もね、人、同じグループなんだよね。はいはい。うん。あ、これ全部。そうそう。で、奥のおじさんとかが一生懸命、あの、おばちゃんとかが、これがいいよ、あれがいいよ、なんて言って。なるほどね。うんうん、何々、どれどれ、つって、るところかな、これ。なるほど。いや、もう、ケンさんの、物おじしないとこが本当すごいですよね。うん、やっぱ、わかんないときは聞くでしょう。でも何て言ってるか分かんないって戻ってきませんでした。いやいや、そんなことないです。これだってよ、みたいな。これがうまいってよ、みたいな。だってこれそうだ、ここに書いてるけど、この時多分、この時席座って注文した後、うん、ケンさんが俺に聞いた質問がここに書いてるんですけど、まさしさ、エブリシングってどういう意味とか言って、みたいなね、覚えてますよ。突然、なんか多分普段ニュアンスで話してるからか、突然英単語を聞くじゃないですか。うん、エクスペリエンスってどういう意味だっけみたいな感じで、それでし、それ知らないで旅してるんですか。まあ、なんとかなるってことだよね。うん、チキン料理か。僕この次の日行ったあのリブロースうまかったんだよな。あれからステーキはリブロース派になっちゃいましたね、ここの。うん、結構ってね。さあ、でもこんな感じで次の日、うん、やっと釣り開始ですね。はいはい。うん、あ、綺麗な場所で。ああ、このさ、荒れてましたね、これね。最初、竿なしで歩く。そうだね、見に行ったね。ね、なんか永遠歩きましたよね。うんうん。こんな場所、あ、こんな場所ですよね。うん。ここは、ここになんか、こう、その堤防がありましたよね。うん。あ、で、移動してそうだ、なんか、川がいいとか、釣り場探してたんですよね。うん。リサーチ行って、で、その先端とかがすごそうじゃないなんつって。こっち側見に行こうっつったら、こういう場所に入ってって。うん。で、結構ね、ケンさん、砂ふかふかですけど大丈夫ですかなんつってたら。うん、で、中でケンさんが、いや、俺雪で、雪道結構走ってるしとか言って。たまに横転もしてっけど大丈夫だよみたいなこと言ってたので、ね。案の定スタックして。早かったね、これね。早かったですね。もう僕結構、初めてすぐだったもんね。大丈夫、大丈夫っつって3分ぐらいでスタックしたから僕激怒だったの。偽指名写真撮るから、ケンさんここで反省してくださいって言った時の写真ですよ。そうか。全然動かないですよ。うん、ね。もう、あの、回せば回すほど空回りしてる。やめようってなったんですよね。もがくのやめようってってね。うん。まあ、ラッキーなことに、だから、すぐに、あの、対向車が来てくれてね。ほんすぐ来ましたね。うん。この人が、うん、後ろのライクルは、人が、
来て、で、なん、あ、タイヤの空気どうにかしてくれたんでしたっけ。そうだそうだ。うんうん、タイヤの空気をほとんど抜くんですよね。そうすると、うん、ノーマルタイヤでも全然走るんですよね。で、出た時にね、気がついたけど、うん、エアー抜き場があったじゃない。そう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 。あと、あと、うん、空気を入れて、エアー戻すね。だから、砂浜行く時って、あそこで相当抜いて、で、あそこ突入していくんだよね。うんうん。勉強になったね。ね。これじゃない？これはカヤック屋さん。あ、そうかそうかそうか。あ、そう。で、で、午後ここでカヤック借りたんですよね。そうだ、デイカヤックだね。ライジャーって言ってますもん。神妙な感じだね。カヤックフィッシングなんかやったことあるんですか？カヤックフィッシングありますよ。おぉ。ずいぶん昔。日本で、日本で。日本で。どこだ？野尻湖とか、桧原湖とか。うん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 。スモールマウス。バスかなんか映ってた時とか。そうだ、ここバスリバーね。うん。ここから出たんですよね。ここから出て、こう、うんうん、こう行きましたね。あ、ここまで行きましたね、最後に。結構行ったね。そうそう。ここが結構大変だった。そうだ、そうだ。うんうん。こんな感じでね、干潮あって。こんな桟橋が、別荘の桟橋がいっぱいあったんで、うん、僕は別荘の桟橋をバンバン打ってたんですよね。こう、レイトのね。いや、まあ、東京湾でボートシーバスやってたら絶対こういうとこの影じゃないですか、なんかセオリー。うん、いや、全然ストライパーは結局ダメ。一本も出せず、なんだ、これだ、ブルーフィッシュ。うん、これはね、釣れるんですけどね。ブルーフィッシュって、あ、日本にはいないですよね。いないね。オーストラリアにいるな。おー。オーストラリアと名前が違う。テイラーとかいう名前じゃなかったかな。あれ同じじゃないかな。あ、でもボイルしてた、あー。ボイルしてて、そうだ、俺は取れなかったような記憶があるな。検査つったんですよね、ストライパーね。だからね。で、まあ、こう、部屋干して、みたいな。うん。ロブスターね。あ、食って。うん。もう11時だ。終わらない。え半分。まだ、全然だね。まあ、ケープ、とりあえずまあ時間までやりましょう。うん、で、まあ、これが、船乗った日？まあ、船乗った日。ああ、ブルー、まずブルーフィッシュ。おしゃれやったんですよ。おしゃれブルーフィッシュだね。あれもすごい釣れたな。これすごかったですね。強烈だった。で割と引くでしょ、あれの魚ね。まあ、すごい面白かったですね。そうだ、この時俺マリノの 8M とコモドでやりまくってたんだ。うん。でも、狙いはストライパーだったんだ、20キロ。なんか時期がずれたっちゃったんですよね。うん。ストライパーいなかったもんね。うん。結局。ああ、ストライパーフィッシングは鳥山が主体だけど、みたいな。ストライパーの調子はと聞くと顔をしかめたみたいな。うん。まあ、ほんな。うんだね、遊んで。ああ、ね、アベレージがいいんだよね。うん。スネコンでブルーフィッシュだもんな。これスネコンのデク。13、18かな ?13 かな。スネコン反応良かったですね。反応良かったね。これなんすかね、ブリ、ブリでもないな。いや、ブリでもないな。色はブリ、ブリ、なんかワラサっぽいね、雰囲気あるけど。口はね、
ちょっと日本じゃないよな。いや、いない、ないな。でもいっぱいいますよね。いっぱいいた。ほんといっぱいいましたね。ここぞとばかりで動画撮ったもんね。うん。まあね、スネコンでも出るけど、途中、最後はジグでね、入れ食いでしたね。そうだ、もう入れ食いすぎて、そうだ、ほんとに。なんかローカルのジグでさ、はい、何ゴムのホースをさ、斜めにカットしたみたいなのつけてたじゃん。そうそう、うんうん。ちょっと気持ち反転ぐらいトルネードさせて、うんうん、こういうローリングしながら、そうそうそう、うん、あれがめっちゃ釣れたね。うん、あれよかったですね。うん。でかい。シーライドなぁ。シーライド V だ。そうだ、一人で飯食いに行った時があったね。そうですね、そう書いてます。あ、うん、夜おかっぱりでガイドだったのさ。うん。負けてるしかわせ。そう。こんなのは、そうだ、アップしたんだね。アップしてましたね。へえ。この頃はまだ金額的に笑い話になる金額でしたね。うん、で、あ、で、深夜23時に、うん、これ俺ね、人生10本の指入る釣りだった。いや、これ、スティーブ。え、5本に入ってない ?5 本でもいいぐらい。ああ、うん。この記憶は鮮明に残ってるよ。おかっぱりってことで言ったんだけど、カヤックが用意されてて、うん、ね、これで沖のサンドバーに行くんだ、つって。乗ってね、下げのエネルギーを利用して沖のサンドバーに向かったよね。そうそう。で、夜何時かな、深夜月落ちたんじゃなかったこれ。うん、そう、出た時はまだ月でしたね、これ。光があって、うん、しばらく釣りしてたら月が落ちたんだよね。まあ、この水面に月がこんな映るぐらい無風で、うん、すごい最高だったな。これ取れなかったけど、ね、後半月が沈んでからは、うん、ま、いや僕人生で一番の星空だったかもしれないぐらい、うん、満天の星空でしたよね。で、僕すごいと思ったのはやっぱ水面にも星が映ってて、うん、宇宙の中にカヤックで浮いてるような気分で。たまに誰かがオールコイで波紋がふわーって広がるようなね。うん。で、これガイドのさ、背中のあの点滅ライト、うん、うんうん。あれ見失うともう俺ら漆黒の闇だから。確かに。どこ向かってるかもわかんないじゃん。これ。だからあいつの点滅先見失わないようにっつって、必死だったよ。でも僕この時のガイドってすごいなと思ったのは、なんか釣りも大事だったけど、うん、この全ての世界を見せようとしてたから、ほとんど漕がなかったじゃないですか。たまに、そうだね。3回ぐらい漕いだら、1分ぐらい一切漕がないで、3人音もなくこう、わーっていう。忘れらんない。で、しばらく、あれ30分ぐらい走ったのかな。うん、でしたね。そしたら、その干潮によって沖にサンドバーが現れて、これです、これ、あ、これ。そこに上陸して、おかっぱるわけだよね。ここに立ったんですよ、これ。矢印するから。ここに立ったの。こっから出て、あ、こっから出て、ここに立ったのかな。うん。こっからだ。こっから出て、ここに、ここの干上がったし、サンドバーに立ちましたね、うんうんうん。こっちかな。右に、確かカーブしてたから、ここだったかな。目の前にそんなに陸地あったような気がしないんだけど。いや、これめちゃくちゃでかい絵。でかい絵ですね。とてもじゃないけどでかい。あの、300メーターとか。うん、あ、そうか。うん、あ、すいません、ここだ。ここ、ここ。あ、そうでしょ？なんだ。
俺偉い、ちゃんとブロガーとしてちゃんとこうやって撮って、あの、iPhone で現在地があるときにちゃんとスクショ撮ってる俺偉い。すごいこれ、本当にすごい。こんな感じでね、干上がるわけですよ、こう。で、干上がっちゃえばね、富津岬とかね、一緒だからね、こういう雰囲気はね。うん、で、もう流れガンガン左から右に効いてて、うんうん、もう、ちょっと、もう、ね、まさしくのやつだね、この辺はね。いや、もう、シーバスアングラーとしては絶好のね。うん。で、僕ね、この時にね、その、前情報で、ガイドからメールもらった時に、アベレージがでかいストライパーだと。うん。90センチ。90センチ？うん、10キロクラスが、いるからっつって、うん。ベンダーバルの8球は持ってったんだけど、うん、その、リールにね、P のね、もう5号とかも入っちゃったのさ。うん、でリーダーもこの細くて50ポンドとか、うんうんうん、100ポンドぐらいまで持っていってで投げるのもこう例えば何ブローインの140よりもっと重たいようなもの、うんうん、でかいようなものっていうイメージ、まあですからねうん、だったんだよねそしたらさこのベイドがかなりいるっていうこのサイズこれイカナゴっぽいこんなちっちゃいのみたいなちょっと待ってよって、7センチのミノなんか持ってないんですけどっていうことになり苦戦するわけですよ。で横でマサッチがもうボッコボコにかけててねブロインの80がねとスーさんがすごかったですね。うん。いやストライパーはこれはシーバスですよね、うん、本当に修正も線が本当シーバスに線書いただけみたいな、うん引き出しと比べてどう感じた？ね、この時の魚、ウェイト乗ってたんで、まあ、同じかな。同じですね。シーバスも引く魚引くし。うん。ただ、やっぱりフィールドのコンディションがいいから全部丸々してて。で、ケンさんに途中取られたんですよね、ブロイヤーって。だって、横であんだけさ、連発してたら、何使ってんのって。もう稼いみたいな。稼い強奪だよね。だけどさ、うん、ブロインの80をさ、B5 個で投げなきゃいけないんだから。届くかなっていう感じだったよね。でも、おかげで、うんこのルアーつけて、やっと当たりが出始めて、うんうん。うん。結果的には数釣りができてね。いや、ね。もうおかげさまで助かりましたよ、この時は。ですね。いや、まあ、でも僕はもう釣りも満足して、なんかこのカヤックで満天の星空見ながらお菓子食べたりして楽しかったな。うん、ここさ、本当にもう一回行きたいね。もう一回行きたい。ここはね。ここはすごかった。3番連続でもいいですね。全然。大潮、大潮、後中みたいな感じで。でね、もうちょっと多分シーズンが、この時よりも後で、はい、それが、その本当に、彼らが言う、その90アベレージっていう感じだと思うんだよね。だってこれが9月27とか8日ですから、うんまあ、まあ日本と一緒かわかんないけども、東京湾だったらね、まだこういう釣りですからね、やっぱ10月入ると。ロングアイランドの先端でさ、はい、写真見たことない？あのおじさんが、180センチぐらいのおじさんが、はい、このストライパーのエラを持って上に上げてるんだよね、釣れたって。で、尾っぽが地面についてるの、はい。そんなでかくなるんだって。はい、この魚。これ来た。これ来た。うん、もう一回。だから、50キロとかなんじゃない？そうですね。50キロ、まあ10キロでいいですよ、全然。すごいよね、ポテンシャルが。まあスヌークとかもそうだけど、昔のフッツとかバンズでしたよね。昔、うん、バンズもやっぱ30本ぐらい釣れたじゃないですか。うん、一晩。そんな釣りをまざまざ。いやー楽しい釣りだったな、ここは。ね、楽しかったな。
でね、最後帰りも味潮に乗って帰るからほとんど漕がなかったですね。うん、体は本当に楽だったよね。うん、で本当あの星見上げ空見上げて綺麗だなーって言ってレバつくみたいな。いや俺スティーブが気に入りましたね。あの時間の使い方がめちゃくちゃ、潮も完璧に分かってるし、うん、どう逆らって漕ぐとかじゃなくて、もう潮待ちし、ここは、だからなんで進まないのかなって思うと、やがて潮が落ちてきてとか、うん、それ以上にこの朝、今この朝日を見る時間だよ、みたいな感じだったじゃないですか。うん、ね。なんか最後上がるとき、あ、で、ここでまた入れ食いになりましたよね。最後。最後、このシャローで、うん、なんかスティーブがこれ、ちょっと。ボイル。ボイルが出たから投げた。ボイル出て、ちょっとやろうっつって。バカバカーってね、また。うん。あ、降りて、そうだ、降りてっつって、ね。そう。ここも何本か釣れたじゃん。うん、釣った。ちょっとここもう一回行きたいな。うわ、最高。すっかり朝日の中ね。うん。うん、これはよかったな。こんな釣りをなして、で次の日があれ、なんかあのケンさんが電話して、うん、ダメだこいつ酔っ払ってて話通じねえわとか言って。あれ？キャンセルになった。そうだね。では別の人に、別の人のガイドで、うん。何する予定だったんだっけ？同じナイトカヤックだっけ？いや、違ったな。とにかく、そのガイドに電話したら、うん。ベロベロなんですよ。ここでさえ聞き取れない英語なのに、うん。列が回ってなくて、ベロベロで、確か途中で切られたんだよな。うん、もう一回かけて、なんだよっつって、したら、いや、ほんとなぁ、ハローみたいな、もう、ダメだ、ラチアカン。これ明日ダメかもね、みたいな、うんうん。そんなのをやってたような気がするな。それがどっかの番ありましたよね。だから、どっかの番ありましたよね。うん。結局乗れなかったんだよね。あ、これがその日かな。それで、一日、おかっぱりやってた日ですかね。ああ、かもしれん。ダメだ、あいつ、つって。ね、自分たちで探しますか、なんつってね。うん。で、まあ、カヤックでね、魚のエリアとか分かってたから。ああ、ここすごかった、ここ。ああ、はい。なんか、水路見てね。うんうんうん。あ、でも釣れなかったんだ、ここ。でここが爆裂でしたね。サディの7分で、うん。あ、こんなちっちゃいのも釣ってたんだね。うん、ね、ブルーフィッシュで釣ってて。あ、ストライパーが、ボイルが始まった。ああ、思い出した。そうだ。ちょっと待って、ここの、うん。ここの、僕がここでやっ、僕がこの位置でやってて、うん。ケンさん、この堤防の先端ちょっと行ってくるわ、つって、うん。歩いてたんですよ、こう。はいはい。でも、ここでの、ここが、すごいいいサジが出てたんで、この走ってる流れ、うん、なんかワンチャンスないかな、なんつってたり、いきなりスーパー、あ、ケンさんがカヤックの時に当てたって言ったスーパーボイルが。対岸の足をカヤックで釣ったとこだよ。はい、この辺？あ、その対岸。こっちね。そう。その話聞いて、だからここからなんかチャンスないかな、なんつってたら、ここでもボイルが始まったんですよね。うん、ケンさんちょうど堤防のなんかこの辺を見回ってくる、なんつって。うん。うん。で、た時ですよね。うん。
あ、カブトガニいっぱいいてね。いや、そうだ、いっぱいだ。もう、ものすごくたっぷり。フィールドのね、なんか、なんていうかな、日本は自然をいっぱい壊しちゃったけど、アメリカは広いからっていうのもあるけど、ちゃんと壊さないで発展してましたよね。だから足原がいっぱいあるっていうね、それは稚魚にとっては最高だもんね。ほんとね。最後はなんか日本、ちょっと日本の釣り事情を思うと悲しい気分で帰るようなね、感じでしたね。どの川行ってもベイトが異常にいるもんね。そうですよね。もう、フロリダなんかすごかったじゃないですか、もう。あ、恐ろしいベイト。恐ろしい感じ。フィッシュイーター、マナティーみたいな感じで。で、もう裏住宅街みたいなさ。うんうん。すごいとこだったね。で、そう、あれか。あれでね。もうヒットなんつってた。あ、これだ。この辺から。あ、で、俺が合流して、はい。神がかってたね、もう。そうですね、もう。何？またかけてる。またかけてる。スネコンの、スネコンの水面、ハイピッチ S 字ですよね。もう狂ったように食っていくんですよね。これね、皆さんね。はい。なんとなく想像はつくんだろうけども、ちょっと違う調子で同じようなことやっても、あのアクションにならないんですよ。うんうん。だから、マサッチのその、操作方法と、それに合う、なんか、ティップセクション。うんうん。で、ほんのちょっとだけあのトサカが出るような感じで、やってたでしょ。そうですね。ついトサカが S 書くような、ついっていう動きですよね。うんうんうん、これがちょっとでも出すぎると、あのバイト出ないんですよね。そうですね、うん。で、俺横で、その、俺で何だったんだろうな、LH とか使ってたんだけど、まだ若干張りがあるので、うん。トサカ結構出ちゃうんですよね。ああ、引っ張り出しちゃう。そう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 。そうすると、出ない。なるほど、ね。バイトが取れなくて。でしたよね。うん。で、ちょっと寝かし、ロッド寝かし気味で、下にジャークするような感じで、でも上に反発して、それを下向きのロッドで押さえ込んでいくとちょうどいいぐらいになっていって、ね、でも、マサッチのような数バイトは取れなかったな。うん。まあ、本当じゃ気分よくね。それはすごかったね。でも綺麗でしたね、ストライパー。チャローだから、ネットも使わずね、こう。ブロコも傷つけずランディングできるから。うん。あ、これアーカイブ残しますんで、ちょっと時間オーバーしてますが、後で見てください。いや、ほんとね、スネコンはいろんなね、使い方、ケンさん、そうだ、このカチカチいう。うん、これはブラジルのルアーですね。あ、ブラジルの、あ、ネルソン中村うん。とか、あの系、あの辺系ね。あの系なんですね。うん、そう、青く、これ、ね、青く、青く見えるのは空の青ですね。うん、なんか、この、パープルが混ざるのが本当綺麗でした。青い空の下のね。うん、もうめっちゃボッコボコだったですよ。もう写真撮る顔がなくなってきたね。こんな真っ黒になったから。もうどうしようかってぐらいね、撮ってね。何本釣ったんだろう。本当だね。もういつも曲がってたもん。ああ、で、ブルーフィッシュも混ざるんだよな。そういやでもこれスネコン、ほんと、自信つきましたね。ケンさん、またちょっと、ケンプ、今年の秋行きましょう、これ、ちょっと。ケンプこと行きたいね。ストライパーのすごい、その、でっかいのにちょっと標準合わせて。うん、10月。うん、ケープコッドで外した時のために、うん、さらに来た、まだだった場合と、行っちゃった場合、うん、
だからボストンの北部か、ニューヨークのロングアイランドとかね。またニューヨークからレンタカー借りて、スピード違反で捕まれつつ。うんうん、いやいや、スピードもう捕まんないよ。でも、そんなに、あの、マリさんのお世話にはならないようにしないと。フロリダで途切れちゃいましたもんね、おまわりさん。え？ん？フロリダで途切れちゃった。あの、おまわりさんに毎回捕まるシリーズ。うん、そう、そうね。途切れていいんだって。途切れさせたくなかった。もういい大人なんだから。ロストート。これがステーキか。プライムリブ。リブロースじゃない。プライムリブうまかったなぁ、これ。これ僕、未だに人生で一番うまかったステーキですね。あー。これって、え、今まだ、ケープコット？ケープコットの、もう帰る日ですね。はい、はい。どの店もでもなんかすごい流行ってたよね。いやーもういなんかちゃいい店しかなかったですね。うん。街が完璧だったな。コインランドリー寄ったり。これだ。手だち。テデスチ。ややこしいじゃないですか、これ。だから俺、マサッチ、これもうわかんないから、正しって読むわ。って言った店だよね。そうですね。これが町唯一の、まあいろいろ買えるね、コンビニ的なスーパーでね。うん、で、4日間かな ?4 日間愛用した、毎1日に1回は行ったようなね、店ですよ。そうだね。で、正しって呼ぶわって言ったのが3日目だったんですよね。あで、4日目に、今朝帰り正し寄って帰れますかって言ったら、何それ。本当です。本当に僕のブログの気持ちが多分、何それ。本当に、いや、いっぺん殺したいと思いました。面白かったでしょ。で、面白かったな。あ、で、この帰り、俺、帰りのカラオケがすげえ面白かったんですよ、ね。僕がたまたまなんか600曲ぐらい、こう、80年代、90年代、ミュージックを。うん、出てて二人でひとつらカラオケですよね。こうそうだかね。だけどあの時僕ケンさんが歌のうまい人論言ってたじゃないですか、うん、あれであれから僕もちょっと歌手とかの捉え方が変わりましたね。こう、うん、なんだ吐く息の量が声に変えられて なんて言ったんですか。スカスカしてたらダメみたいな。そうだね。シャーシャーしてるとかね。シャーシャーしてる、そうそう。うん、出した息が全部声に音に変わってないとダメですよね。うん、あと低音と高音の領域、うん、ね、の使い分けとかね。それ、ケンさんがバンドやつ、米米クラブと対バンとかやってた頃からそう考えてたんですよ。いや。だからケンさん耳がいいですよね。そうだ。考えてたわけじゃないけど、やっぱ好きになる人がほとんどやっぱりそういう。うんうん、感じだよね。うん。ね、やっぱ声も、いわゆる楽器の一つみたいだから、みたいじゃん。うん、だから安定してないといけないし、うん。うん。じゃないといい、その、演奏と、に負けちゃうじゃない？声がね。オーヤンフィーフィー。俺、あれが好きだったな。いつあまゆみとかね。うん。うん。三つ甘いみね。うん。すごい歌ってたな、聞いてたな。なんか600曲あるとか言ってたら、だいたいケンさん1番歌っ
ったし終わった後にあいつにとか言ってひたすら一番歌うカラオケでした、ね、面白かった。でニューヨーク戻ってライオンキング見ましたね。見ましたね。まあちょっと英語はね、あの難しすぎたけど、でも表情で大体わかるからね。うんうん、面白かった。ものすごいわかりやすい名してくれるから。最後になんかニューヨークでめちゃくちゃ有名なモーニングを食ったら、うん、2人で120ドルでビビったみたいな。うん、ああ、でもこれ僕はケンさんに感謝ですね。ナイトミュージアムだな。ナイトミュージアムのね、舞台、映画の舞台だったとこ。行くまで知らなかったですね。映画も知らなかったし、ここも知らなかったけど。ええー。行って感、すごい中がめちゃくちゃ面白かったですよ、もうこの、うん。映画でこいつらが動き始めたでしょ？はいはい。ここ行ってから、帰りの飛行機にあったんですよ。ナイトミュージアムが。あ、本当に？そう。で、そのまま見たんで。ああ。こんなね、あの、ブログでは知ったか、あの、サボコラに書いてますけど、実はこの時全部知るみたいな感じでしたね。でもね、こういう昔の魚好きで。うん。ランクルオステルス。ランクルオステルス？知らん。メガマウスとかね。うん。いやー、すげえ。あ、でもインディアンがルアー作ってんの面白かったですね。これちょっと書いてるだけなんですけど。で、夜はヤンキースタジアム行ったんですよね。はい。レッドソックスとヤンキース。もう田中がな、で出て行った子だったけど、うんうんうん。マー君がなんか、オーロラビジョンでやたらと、喋ってたよね。うん。あと、回が変わる時の、あの観客に対してのサービスの映像がすごいね。すごかったですね。あれはびっくりしたね。うん。やっぱ日本もこれぐらいファンサービスやったらいいなって思いました。うん。最近変わりましたけどね、日本のプロ野球も。ちょっと衝撃だったね。はい、てな感じで。はい。ああ、終わった。間に合った。2015年、アメリカの旅でございましたね。ですね。いや、行きたくなったな、本当に。うん、もう一回したいな。すごくよかった。コロナが落ち着いて、秋、行けたらいいね。もうコロナって、なくならないじゃないですか、絶対ゼロに。なくならないね。で、例えば、ちょっと、日本もね、もう明日から少し解禁になるし、うん、国開けば、今鎖国してるけど、ほぼ、開けば、また入ってくるじゃないですか、こう。うん、だから、ずっとこうなんでしょうね。ちょっと抑えて、入ってきたら抑えてっていう。で、そのうちみんな免疫持って、そんなに普通の風邪になるまで、うん、感じなんですかね。なぜアメリカがあんなにっていうところもあってね、よくわかんないよね。国によっちゃもう気にしないみたいな方針もね、出してる国もあるし、うん、やっぱり貧しい地区とかの人たちが激しくかかってるじゃない、うんうん、で、はい、なんだっけ、面白かったの、面白いわけじゃないんだけど、そのなぜそんなに欧米で拡散するのかっていう、うんうん、とか、はい、の一つとして、イタリアとかフランス人、はい、おしゃべりだっていうのに、うんうんうん、ものすごくおしゃべり、確かに確かに、飯を前にして、はい、あ、それは日本よりも拡散するなと、うんうん、でランチやディナーごとにそのパーティーをする、うんうん、でしかもみんなおしゃべり、三密感は桁違いですよね、海外のレストランはね、桁違いだよね、大騒ぎしてるし。うん、電車の中でもみんな喋ってるじゃないですか。うん、日本は喋んないのがマナーだけど、うんうん。その文化の違いはでかいなぁと、うんうん、思うよね。
そうか。だから日本人がね、感染が あんまり広がらないのもなんでかってね、みんなで話してる。まあなんか、ドアラ先生とかはやっぱ、その BCG の文化なんじゃないのっていう。ああ、ね、それも説明してね、あるし。まあ手洗いとか、もともと日本人清潔好きですしね。うん。うん、マスクも。でも消毒と手洗いとマスクってすごいね。だって風邪一つひかないもんね。いや、僕も思いました。うん。だから、僕も自粛生活してて、子供二人いるんですけど、もう子供もなんかちょっと生活習慣狂って夜更かしになったりするじゃないですか。うん、全く風邪ひかないですもんね。うん、俺だったら11時に寝たら、もう次の日ぐらいにぐずぐずするのに。もう全然。やっぱり手にばい菌とか、うん、その飛沫とか、相当、ね、風邪ひく要因だったんだなと、うん。だから下の子なんか見てて、やっぱり幼稚園っていうのは、すばらしく病原菌があるんだな思い知りましたね。うん、だから消毒とかっていうのは、うん、これ落ち着いたとしても習慣化すれば、うん、相当なんかいいよね。うんうん。うん、だから僕らほら、あのフィッシングショーとかで一日数百人と会ったりとかをするわけじゃない？うん、うん。それでもその、そういう意識高くしてれば大丈夫なんだなっていうね。小児科もお腹壊した系ばっかりで、いわゆる感染、風邪とか、そういうのは全然減ったって言ってましたね。釣り用マスク作ってくださいって、リレーズさんは。釣り用マスク、いいですよね。あの、なんか、まあ、ブルブルのフェイスマスクも、ちょっとその辺提案していこうかなと思ってたんですけど。フェイスマスクのここだけ、ちょっと厚めとか、うん、なんか違う生地で、呼吸できるんだけど、その、うん。カットできるという。うんうん。そういうのあったらいいかもしれないよね。なんだろう、もう別にそもそも、感染しやすい状況じゃないじゃないですか、釣り場って。うん、屋外だし。そんなにこう、3密、飛沫を浴びまくる状況もないので、だからまあ、うん、それこそ3層構造なんていらなくて、うん、1枚でいいのかなとか、あるんだとしてもね。まあな。で、まあ、普通のマスクは持ってれば、どうしてもなんか、それこそ 船釣りでも移動の時、キャビン入る時だけするとかすればいいので、うん、でも外で並んでても、まあ一応、1メーター、2メーター横にいるなら最低限のって言ってねば普段のフェイスマスクぐらいでいいんじゃないかなと思ってるんですよね。なんかでも機能的でかっこよくてっていうのがあったら、うん、つけたくなるようなもの、うん、うん、とかってあってもいいよな。つけたくなるような、つけたくなるような、うん、まあでもあの、韓国系のアイドルが流行らした黒いマスクなんかそうですよね。あれ若い人はファッションとしてつけてるから。冷却マスクが、そうね。いや、俺も3日前ぐらいから、いよいよ白いマスク、普通のマスク暑くて。暑いな。これはちょっと、で子供たちなんか、それつけてサッカーとかやってて幼稚園で。これ大丈夫なのって思ったんですけど。もう東京はもう30度とかになってるの？まだ25度。まだ25度とかですけど。北海道はまだちょっとなんか、今週から暖かくなるのかなって感じ？まだ暑くて苦しいってほどでもないですか？うん。朝一桁台だもん。うん、完璧って思います、ね、でも、なんだかんだ言っても6月だから、はい、あの、春、セミが鳴き始めるんで、北海道は。はい、はい。うん。だから今度はもう、一気に、中旬ぐらいからは30度近くなるのかな。はい、はい。ニジマスとか、トップウォーターの釣りですよ。うん、うん。その頃には行けるようになってるかな。
さすがに、北海道の渓流でニジマスするとき、マスクしてる人いなそうですよね。いないね。必要がないね。さすがに、どんなに、そっち派、ちゃんとやらないと派の人でも外しそうな状況ですよね。うん。だって、人いないからね。人いないから。いや、でも結構、なんていうんですかね、僕なんかは、仕事柄、別に感染症のビジネスしてるわけじゃないですけど、それでも除菌剤とか、防カビ剤とか、まあ、近いところやってるので、除菌装置とか、それなり今回のコロナでも仕事みたいなのになってるんですけど、うん、ちょっと近いところぐらいいる感じなんですけど、なんていうんですかね、ここでしなくてもいいのになって場所でかなりみんなしてるんですよね、マスクは。うん、だからもう少しそこを、なんか、ちゃんと周知にしないと、うん、で、してない人をみんなギョロッとした感じで見るじゃないですか。うんうんうん、だから、ちょっと行き過ぎてるなって、そのマスクしなきゃ文化は。まあまあね。うん、例えば、喋んないところ、本屋とか？いや、それこそ川沿いの散歩コースぐらいをみんな歩いてる時でも、うん、東京なんか9割マスクしてますね。なんかさ、でもマラソンのあの映像を見るとさ、うん、なんか飛沫が後ろ10メートルに行くとか、うんうん、本当かどうか知らないけど、うんうん、ああいうの見るとやっちゃうんだろうね。うん、ね、だからああやってテレビでやるからしてないとってなるんですけど、実際の感染事例で、まあクラスターじゃないから把握できてないんでしょうけど、それこそ電車の中のクラスターっぽい感染もないじゃないですか。ないね。で、それこそ釣り場の堤防の感染もないぐらいなので、うん、まあちょっと行き過ぎかなって思いますね。うん、まあ別に嫌じゃないじゃしといてダメなことは一つもないので、した人はすればいいと思うんですけど、したくない人までしないといけない雰囲気にされるのがすごい嫌だななんて思ってね。そうだな。うん。フィッシュマンでもフェイスマスク出してくださいって。ブルブルは？ブルブルは出してます。あ、フェイスマスクね。うん、フェイスマスク。あ、フェイスマスクはもう去年、一昨年一回やったかな。あれで売り切っちゃって。うん。うん。在庫がもうない。そうね。コンボデザインとか作ったらどうですか？コンボの。そうだね。あの写真を送りましょうか。あの、これのシルエットで。柄にするとか。もうで、その、まあ、前回の見た人たちはもう、たまらんやつよね。ブラッドってね、ロゴも、英語のロゴも入ってたんですね。それってあかんの人は何ブラッド、チング、コンボみたいなね、デザインで。コンボマスク。ああ、コンボマスク。いやー、そうね、いろいろ開発は進んでるでしょ。いっぱいいろんなアイデアが形になってるタイミングなんじゃない？いやそうですね。でもブルーブルーはやっぱさすがに、ね、自粛中ブラの設計とかはね進むけど、うん、フィールドテストがまあまあ、ね、まあまあ思うようにいかないんで、うん、うんうん、すれ違いざまに反対車線まで避けられたことありますわね。ええ。いや、だからそれでね、あんまりみんなが行き過ぎていくと、ランナーの人もマスクを望んでしている人もいるかもしれないけど、やっぱり恐れられるからしてる人も結構いるんじゃないかと思うんだけど、マスクしてランニングするとあれ死にますよ、下手したら。あ、だろうね。それ外すよね。吐く息で熱って相当出すんですよね。汗と同じぐらいか分かんないけどね。あ、T シャツなら欲しいって。コンボデザイン。だってこれ前回もなんか書いてくれて、うん、表に、はい、表と裏で魚が、ギョッとなってるように。背中見せたらオチになるみたいな。白目を見た写真。そうそうそう。面白い。本当に伝わんないな。伝わんないですね。あれは面白いな。
あ、でも今日ってそんなに読めてないけど、またちょいちょい拾ったのかしら、その書き込みは。そうですね、今日は一通りコメントをね、いただき、ま、ある程度は。ランナーの人に釣り用の、ああ、ランナーの人に釣り用のフェイスマークスが売れるんだね。ああ、やっぱね。え、表が僕で、キングさん？裏がブラッド。キングで、裏がブラッド。あ、それ面白い、それ面白いね。表あれしケンス、あの、ケンさんのケンシロウポーズでしょ。あのいや、やりたいね。うん。そうそう、プレ、テンさんプレゼントありますか、今回。今回、はい、あれ、前回のってさ、どうなってんのあれ。どうなったんだろう。現場がちょっと、うん、天の声来るかな、天の声。前回みたいな、はい、ロッドケース。はい。と、その、DVD。はい。はい。ちょっとロッドケース今ないんですけど、こういうやつですね。おうおう。うん。ドラゴン。はいかがでしょうか。はい。ですね。はい。どうでしょうか。あ、楽しかったです。ありがとうございます。よいしょ。ストライパー大爆笑だった、ブロイン80。うん、あの時プロと、で、まあ、あれで、ね、確信持ったテストだったですよね。で、あとシャルダス、ジュレですね。この辺、2名様。前回のは、どういう風な感じで、もう多分ね、当選発表して、うちの会社から、はい、その当たった人には連絡がいって送っているはずです。え、その情報はなんかいただいてないの？あ、送り、この人送り先ですって。うん。あ、じゃあどうなってるのかな？あ、ちょっと。そう、あとじゃあ、クラスお願いしますね。はい。はい。で、今回のプレゼントも、ブルブルーの、ツイッターで、今回のこの配信をお知らせしている投稿があるんですけど、それを引用リツイート、感想を入れていただいて引用リツイートしてください。で、当たった方にはブルーブルーからメッセージが行くので、キーワードをね、言ってほしいんですけど、キーワードは引用リツイートには入れないでください。で、キーワードどうしましょうかね。キーワード。あれ、ブラッドだっけ？前回。いや、今回は何でしようかな。うん。アンソニー？アンソニーでいきますか。キーマンね。アンソニー。今回当たった。ね、ツイッターに書かないでくださいよ。キーワード書いちゃうとバレちゃいますんでね。見た人だけ。インクレディブルの男ですね。ですね。で、アンソニー。で、と答えていただいたら見たって証明になって当たりますんで。あ、ちょっとコメント、キーワード候補、投票。アンソニーかな。アンソニーでいきます。うん、よろしく。さあ、じゃあまた、あと しばらく、次第2波来たらフロリダ編やりますかね。うん、あと、実は、2016年、17年。ね。の2つ、それこそ、その、先端から、ブローウィンをドリフトさせて流して10キロのレッドフィッシュっていう釣りですね。とかね。うん。あとはあれ、フロリダキーズ。うんうん、キーズ行ってスヌーク釣りましたね。スヌーク釣ったり。でもなんか、全体としてね、不完全燃焼でしたよね、フラルフルがね。なんか死ぬほど釣れるみたいななかったですね。今回のね、ストライパーみたいなね。そうだね。サイズの、なんか、思ってたのと違ってたしね。あ、でも、ケンさんの船当たってましたよね。2回目、2017のフロリダは。うん。なんか、明暗はっきり分かれた一日あったじゃないですか。うんうんうん。
あの船がバラバラになっちゃうんだよね。こう、 釣れてたけど。それでも、それで、まあ、なんかたくさん釣れたけど、ちっちゃいのばっかりで。そうだね。ね、本命のターポンとか全然で。でも、70前後ぐらいまでだったんじゃない？ドライバーとかね。アスヌークがね。そうそう。全然イメージが違う。そんなね、旅もしたんで、じゃあそれは、あの、第2波になってまた自粛するか、まあ、また年末とか、なんかね、台風来た夜とかいいんじゃないですか、こう。何？台風の夜。台風の夜みんな家にいるし、はいはい、急遽やるみたいなね。ね。そうですね。またじゃあ、思いにかかれる時がありましたら、またちょっと声かけてください。はいはい、ぜひね、まずじゃあ、またちょっと秋のストライパー、話進めましょう。そうだね。はい。ちょっと、もろもろあちこち、先の話だけど、つって、打診し始めてみるので、うん、改めて、ランカーが南下してくるのは、いつやっていうのをちょっと詰めて、うん、ぼちぼち、ちょっとずつだけどね、はい。計画していこうかなと思います。ありがとうございます。はい。ほら、皆さんもね、ローワー73手入れましたよと。ありがとうございます。ローワーはね、気持ちいいですよ。自分がね、本当にベイトで、なんだろう、俺って天才で、錯覚できるロットなんですよ。一発目からスパンとこう、決まっちゃって。あと、トップチヌとかにもいいかな。バチ抜けシーバスにもいいくて、ティップが、張りがあるのにすごい食い込んでいって、いや、面白いロットだと思います。ローは。俺、ケンさんごめん、買ったけどまだ使ってないかもしれない。マジでもったいないな。いや、5点使っちゃうんだよね。ローアーはね、ソルト5目の釣りとかいいですよ。ほら、まだ、かましとかないってないもん。チヌとかね。結構バット強め、なので、L にしては強め。バットはね。でもそのセカンドピースからの根元から回るから、やりやすいんだわ。もうこれ好きなんですよ、これ。シエラ。シエラ。シエラ。この、これ全部グラスなんですか？え、シエラ、シエラじゃないよ。それって5フィートの UL？ 5 フィートの UL。ああ、じゃあそれも、もう廃盤。あ、これ廃盤になっちゃったやつ。あ、シエラはカーボン。カーボン。カーボンの方が良かったんですよ。軽いのと、高巻きするときに、その、3本継ぎにしたかったんでね。崖の登り降りとか、のときに、その、ロッドを持ってないで済むような感じにしていこうかないと、登り降りの時、その手が、両手がフリーにならないとすごい怖くてね。ね、これ見て、この曲がり。そうそうそう。これはすごい投げやすい。ね。ハンドメイドの頃からその削り出してて、このテーパードをその量産の工場に再現してもらったんだよね。はいはい。ちなみにこの LH なんですけど、ガイド100キロのサメって言ったら、ダブルフットがだいぶ傷んでるんですけど。でしょうね。直せるんですあの曲がりですからね。こんなよく飛ばなかったなってくらい、まあ、ひびが入りましたね。でも、あんだけ、あんだけやれば、別にクレームをつけようとは思わないんですが。まあ、前の方、先の方はやっぱり、まあ、もう素直についていっちゃうから、やっぱここで一番深かってるの、ここですね。どうしてもカーボンがこういうカーブで行ったとしても、途中でついてるガイドって鉄だからね。いや、だけど、もっとね、突っ張るじゃないですか、ダブルフットって。で、この黒くなってから、ね、補強されてるじゃないですか。樹脂がちょっと柔らかかったりもするんですか？樹脂がね、どんどん柔らかいのに変えてます。
っぱ硬いと割れるから。硬いと、はいはい。曲がって強い竿の弱点ですもんね。あそこのアクリル。やっぱり手が硬い、うんうん。だから逆に、その、LN とか KW とかいろんなガイドあるけど、はい。また広いやつを使うようにはしてるかな。なるほど、なるほど。うん。で狭いと、どうしてもこの、フットが、うんうん。ね。負担がある。またが避けらないから、はい、なるほどね。曲がった時に、どうしてもクラックが入っちゃう。なるほどね。うん。で、またが広いやつだと、それについていくと。すごい。マリの80の万能性がすごい。万能性系ばっかりですね。うん。林さんが、林真理子さん、あと4時間後、血の釣りってきます。楽しいです。世界ツアーを企画してほしいです。釣り旅行会社みたいなのがあったら面白いと思います。いや、いっぱいありますよ、ね。でも、これやりたいよね。なんか、これを、僕とケンさんと行く、うんうんうん、ケープコットストライパーツアーとかどうですか？あの、スティーブ、カヤック8艘ぐらいなの持ってそうじゃないですか。うんうんうん、あのシャロー8人で渡っても何の問題もないから。そうだね、全然問題ないね。あのサンドバーもでかいしね。あれ3日間連続僕あそこでいいですよ。昼間、あの、普通におかっぱり、あの、釣ったとこでやって。ね、日中もデイもやってんの？デイやって、まあ、午前中寝て、夕方、午後からの、昼からの揚げをやって、うんうん、バクったとこでやって、うん、で、夕飯食べてから夜中の作業と、夜中の干潮前後っていうね。必ずトラブルがありそうで怖いです。それはね、仕方ないです。そうね。大体この、ここ行ったら何か面白そうだなっていうところには、トラブルが待ってますね。人が死ぬとか。あ、僕の話でバンクーバーにサーモンフィッシングにしました。うん、ぜひ。ぜひ。最高ですよ。今一番釣りたい魚なんですか？海外で。アインさんの。赤い北極岩。赤い北極岩。ああ。あの、それを求めて、今んとこね、3回振られてるんですよ。グリーンランド。グリーンランド。カナダ。カナダ、北極、ん？カナダと、北極。北極じゃないや。北カナダ。うん。ケベックと、北極だ。あとどこだっけ？うん。あ、カナダの、アラスカに近い方と、うん、要するに、左の方と右の方の極海側をやったんですよ。うんうん。うん。で、どっちも時期が早かった。早いって言ったって、一番そのシーズンの一番ケツやったんです。うん、要するに9月の頭。うん。で、9月の2週目からは、そのロッジが閉鎖されるんで、うんうん、それの最終でやったにもかかわらず、水温がまだ今年は高い。って言って赤くなってない。まあね、このロマンに向かっていきたいのと、あとはアトランティックサーモンとか、うん。うん、あと、なんだろう、スヌークの30キロ。ああ、スヌークね。30キロね、うん、いますよね。うん。で、10キロとか12、3キロぐらいでもすごい引いたのさ。うん。うちのロッドで、その、トリプル XH ってロッドがあって、はい。83の、もう棒ですよ。はい。あれがぐにゃっと曲がって。だから、あの、1.5 メートルのターポンかと思ったの。多分、鈴木系の、なんだ、あの、サンフィッシュ化っていうんですかね。それで一番大きいのってその辺ですよね。30キロぐらい。うん。だから、ストライパーか、そのスヌーク。ストライパーもそれぐらいなるんですもんね。ストライパーもっとでかい。ああ、まあサンフィッシュで言ったら鬼目とか赤目とか。そう、あの辺。他ルースター。ああ、ルースター。ルースター釣りたい。ルースターの20キロぐらい。うん。南米ですよ。
で、右手も釣れるのかな、危なくないとこ。うん、多分。乗り継ぎ少ないとこ。ない。ない。ない。この間、2月にアンダーマン行ったんですけど、もうほ乗り継ぎ3回は地獄だなと思いましたね。3回で？いや、3回ない、まあないと思いました。本当に。俺、だいたい4回か5回だよ。だいたい。うん。5回飛行機乗ったら、日本から日本に帰ってこれるじゃないですか。そうね。だいたいだって2日半ぐらいかかるもんね、片道。うん。でも、そうするとなんか変な、はい、ローカルな街に、はい。泊まることになり、はい。で、その店に行くことになり、ローカルの店に。はい。その事件に巻き込まれるんですよ。なるほどね。サーフィッシュこれです、これ。うん。これこれ。ね。うん。安尾さん、ルースさん。この背びれ、だ、これがね、水中の中でね、ピシッと立ってチェイスしてくるから、もう一発でわかるね。なあ。村田さん釣ってんな、うん。村田はじめさん釣ってない魚、あるんですかね。あ、いいんじゃない、わかんないけど。ルースターの回も、俺もテレビで見させてもらったけど、うん。あれはもうちょっと、俺が行ったコロンビアよりは北で、大変苦労されてたね。見て、この背びれが。なんて、もう最高だよね、こう。なんでこんなかっこいいの。で、またね、引くんだわ。7本。こと引きの化け物、ほんとそんな感じ。この写真を撮りたいの、俺も。このぐらい完璧な。背びれピーンってね。7本立って。このだって、おっぽからして。この帯で絶対引き強いじゃん。ね、だから、ボーンフィッシュとかカジキとかさ、はいはい、やるやつでしょ、これ。で、この頭よ、この頭のデカさ。ねえ、そう、カンパチ系なんだろうな。カンパチ、タカさんのね、タテさん。いやー、ルースター来た。これそれをその仲間がかけてるのを2本も見ちゃったからね、同じ船で見ちゃった。でも1週間で、はい、5人でやって、はい、2本しかかかんないの。ああ、そんなもん。うん、簡単ではないんだ。うん、全然簡単で、俺はだって釣れなかったんだ。チェイスのみで、まあでもいるところは はっきりしてるの。例えば、サーフで、うん、船からやる場合だよ。うん、サーフで、波打ちが1枚目とかを、濁りを狙うと、はい、スヌークとターン。はいはいはい。で、船を流していって、岩場でクリア、レイク、あ、クリア、クリアな水の時に、ルースター。うん、はい、岸際だけど、うん。っていう感じなんだ。うん。で、足元からドーンと深くって、うん。っていうところがルースター。ルアーはどんなの使うんですか？ポッパー。あ、ポッパーで出すんだ。うん。これはだから190ミリのウッドポッパー。うん。うん。で、その銅線の仲間とかも。うん。うん。でも、ミノーでも連れてたやついたかな。うん。うん。ルースターフィッシュなんかツアーがあるんですか？日本から行ける。日本から？さっきの出てたけど、トラウト&キングさんとかやってるかもしれないし。うん。ラキンで、ルースターでやってんだ、ツアーが。ルースターっていうか、ルースター専門っていうかね、その海っていろんなのが釣れるのさ。うんうんうん。うん。多分、キハダとかカンパチも。南米のツアーで、その辺釣ろうっていう。うん、そう、10種目ぐらい釣れるとは思うよ。10魚種ぐらい。あのね。うん。それこんな話でフロリダも2回行ったけど、確か10種目ぐらい釣ったけど、ピースは。ピースはクイーンフィッシュから、ね、スヌークから、もう一つ釣ったけど、みんなこんなんで。
やっぱ南米ですよ。南米ね。はい。あとだから、レッドフィッシュもさ、あ、レッドフィッシュもやる。ミシシッピーか、うんうん、その、最近、うちのね、僕のね、釣り竿をね、買ってくれるアメリカ人がいて、はい。で、一緒にこのコロンビアに行ったやつなんだけど、はい。彼が行ってるところがいつもテキサスなんですって。はい、はい。うん。そこになんか船を10時間ぐらいかけて引っ張って行ってるんだって。うん。で、彼のホームがそのテキサスで、レッドとか、そのいろんな魚は釣らせるから来いって言われてるの。うんうん。そこはノーガイドで彼の、うん。が全部アテンドしてくれるんだって。で、なんか建設会社の設計図を書いてる人で、はい。1年間で半年しか設計しなくて、なるほど。半年間は海外遠征で。ああ。勝ち組ですね。勝ち組ですね。ブラッドとは違うね。うん、そうだね。トラブルの匂いはしませんね。え？トラブルの匂いはしませんね。ないない。俺のね、3個上かぐらいで、うん、53歳。いいおっさんですよ。いいおっさんだ。うん、いいな。そこも俺行く。検査行くなら行く。あそこ、あいつはすごくいいやつなんで、彼は僕も大好きで、ずっと絡みたい、一生絡みたいなと思う。うん、また英語頑張って覚えないと。大丈夫、大丈夫。ずっとその彼と、一週間とか話してたら、覚えていくわ。覚えていくわけじゃないんだけど、あまりにも単語を知らないなって感じるわけ。はい。で、それって何って言って、うんうんうん、で、似たような言葉を英語で教えてもらうのさ。うんうんうん、で、いちいちその日本にいたら脳みそが和訳しちゃうじゃん。はいはい。この考えがもうダメなんだ、多分な。そうですね。もうどんどん覚えなくさせてるのかな。そうですね。で、現場に行くと変換しなくなるわけよ。はい、はい。2日目か3日目ぐらいから。で、それでずっと一日中喋んなきゃいけない環境でしょ。僕がほら、俺一人で行くことが多いから、うん。そうやって教えてもらっていって、教えてもらって、英語で例え話で教えてもらうから、日本語に変換する必要がないので。うんうん。うん。っていう覚え方が、なんか手っ取り早い。ねえ。で、覚えて、おぉ、いい感じって頃帰ってきて。そうそうそう。あとは、そこ戻るじゃないですかね。でも、だんだんちょっとずつ上がりますよね、階段。ちょっとずつ上がるよね。こう。で、あんまりにもこれは、汎用性が高いなっていう熟語は、もう速攻で iPhone にテキストでメモるようにしてんの。へぇ。うん。だから、4文字熟語、5文字熟語みたいなのは、もう入れるようにして、うん、それをこう、行く前とかに、ずらーっと見直すだけで、その3ヶ月前現場で使ってたから、なんとなく思い出すんだよね。はいはい。うん、うん、うん。だから、あと。安尾氏がいいコメント入れてますね。エブリシングってなんだろう。うん、エクスペリエンスとか、エクスペンシブとか、もう、エブリシングって俺なんだっけって言ったか本当に。俺覚えてないんだけど。言ったから書いてるんですよ、ブログ。どうだっけ？いや、今だいぶしようと思って書いてんじゃないの？だいぶ喋れるようになったと思います、俺、ケンさんはね。うん。この辺ぐらい。ね。でも、なんか、どんな時だったか忘れたけど、僕2回覚えてるのは、まあ僕の方が、この今回と前回ぐらいの旅の時は多分僕の方がヒアリング力があって、うん、なんかホテルだったか交通機関の人がわーって説明してて、で、あ、それは違うって言って僕がノーって言おうとしたら、ケンさんが、イエスって、これ、なんか どこどこに行くぞって話になってますよみたいな感じで。すげえっていうのは覚えてます。いつだ？アラスカの時は。いや、アラスカだって、どっちかといえばこの旅です。ニューヨーク絡み。あ、ニューヨークは、5年前か。ね、今回さらっとおさらいしたけど、結局4442だから、14日間旅したじゃないですか。うん、
そしたらひたすら英語じゃないですか、その間ね。どうしたって、どこ行ってもね。で、ケンさん、とりあえずイエスって言うじゃないですか。いやいや、そんなことないよ。本当ですか？そんなことない、そんなことない。イエスって言ってとんでもないことになっちゃうことも結構あったんで。いや、だから言ってんですよ、それは。そう。だから英語はね、本当に何とかしたいんだけど、使ってないと覚えないから何ともなんないんだよね。まあでもだいぶなったような気がしますね。あれ、もうあれから4、5年でね、相当、だってね、4、5回海外行ってね。いや、10回ぐらい。10回行ってね。じゃあ、ちょっと時間も来たんで、最後の質問。最後、はい、アインさんが一番、今まで釣った魚で一番嬉しかった魚っていう話をしましょうかね。うん。何ですか？一番。なんだ。じゃあ僕はね、僕はあれですね、やっぱシーバスのメーターオーバーですかね。29歳の時釣った。一番。ターオーバー。あれ。あれは、まあ、93とか5とか6までは結構釣ってて、でもやっぱメーターオーバー、シーバスのプロやってると、メーター欲しいじゃないですか、勲章として。うん、メーターいくつだっけ？ 103 でした、本当に。ああ。でもなんか狙って取れるもんでもないし、狙って、でも狙っていかないと取れないんですよね。まあ、ある日、ポロって釣れちゃう人もいるんで、と思うんだけど、やっぱりサイズ狙っていくと明らかに、アベレージは80、90で。うん、で当時、ミラクルワークスの増田さんが、そんな話をしてたら、やっぱ80狙いに行くと、10本釣ったうちの1本90。まあ、10本中1本90入るもんなんだよ、と。だから90を10本釣る釣りしねえと、メーター釣れねえぞ、と言われて、うん、でそれは確かに旧江戸とかで、毎年その頃は秋、旧江戸で秋に3から4本90アップ、数年連続取ってたんですよね。うん、だからこの4、5年かけてそのうちメーター出せんだろうなってとこまで近かったんだけど出しきれなくてって時に、まあでもそういう釣りがもう完全沸かせたんで、長崎行った時に、長靴でモモまでウェディングして、サランラップ巻いて、じゃあレインウェアに長靴履いて、サランラップで巻いて、養生テープで継ぎ目をぐるぐる巻きにして、うん、そうすると桃ぐらいまでは入れるんですよ。え？防水で。レーザーって知ってる？出張中だったら出張中。あ、なるほど。で、で、釣りましたね、メーター。あれが嬉しかったな。だからもうメジャー乗っけて、103って分かる前に、とりあえず100超えてた瞬間に、とりあえず、あれ走りましたか、長崎とか熊本？長崎、うん。なんか前さ、ブログで書いてたよね、それね。書きました、書きました。馬の背絡みみたいな話。そうそうそう。うん、で、そこをドリフトさせていって、俺の魚だみたいな。そう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 。あ、俺なんか読んだ気する。あれはね、ジョホールバルじゃねえや。あれ、サッカーで岡野が V ゴール決めて、ワールドカップ初出場決めた時の、あの人たちの走り方のように僕一人変わろう。とりあえず走ったんですよ。うわーって竿も置いて。でまあ実際30メーターぐらい走ったところで、あそこ走ってる場合じゃないって、そこ戻ってきて写真撮ったりしてたんですけどね。シーバスでメーターは超えないもんね。なかなか、それがね、割合的に何パーセントの人が行っちゃうと思う？頑張ってる人で、まあエリアにもよりますけどね、うん、それでも新潟と熊本、鹿児島が多分5、3系だと思うんですけど、100人ぐらいいて、1人、2人、3人じゃないですか、その辺で。多くて3パー。うん、東京だとやっぱ500人いて1人、東京だったら1000人いて1人とかだと思いますね、取ってるのは。だよね。それなりやってる人でも。だからやっぱりその3地区が断然数は出てますよね。
まあ、2本目が鹿児島だったですけど、2本目は、この間、どっかの会で達郎が出たとき話したんですけど、達郎と鹿児島で気持ち切らせたとき、ウルングまで101センチ釣ったんですけど、でも101は、ちょっと痩せた101だったんですよ。だからそんなにボリューム感なかったんで、達郎もうめっちゃ、もうめっちゃ、白目、それこそ、あの、キングサーモンみたいな白目向いて、うぅ、村上さんこれいったんじゃないですかみたいな感じで大興奮してて。で、僕が落ち着きはこういうのは大体96ぐらいなんだよ。って話して、あの、ヒーモメジャーのワイドメジャー乗っけたら、101で、うわみたいな感じで。そっから大興奮みたいな。気持ち切れか。まあ、神谷君も何度か釣ってるもんね、メーター。いや、それって大陸ってこと？ね、どっちも大陸ですね、多分。長崎はちょっとなんとも言えない。あの当時の知識で。ち、長崎県の丸が釣れるようなフィールドだったんで、写真だけ見たら丸っぽいですけどね、今思った。ちょっとゲーム、もうね、なんか、ろくに写真とか残せなかったんですよ、だから。うん。じゃあ何すか、ケンさん、嬉しかった、その、一番。やっぱ伊藤かな。伊藤、最初の伊藤、あの、104、104セット、うん。あの、ね、7点を作ってる時で、うんうん。それまでも何年も何年も通ってたんだけど、100なんか全然行ったことなくて、うんうん。94、5ぐらいなんだよね。まあ、それも年に何本も出るサイズじゃないからさ。で、それを10年ぐらいやって、で、その後、そういう魚のために7点を作って、はい、プロトが完成したと、はい。で、その年に、の春にまず1本出たのさ。はいはい。104。はいはい。それは、ログを見た。うん。で、で、プロトで、いきなりスタートダッシュかけれるようなことになったわけだ。うんうん。うん。で、あの、一発で、なんだ、生産することになって、うん、で、完売になって。うん。で、その、秋、その、夏とか秋だよね。あの、キングサーモンを釣ることになるわけ。うんうん。あのね。あのね。ね。で、あれ帰ってきて、はい、それで2回転目がさ、あの、完売することになるわけ、はい。あのキングサーモンで。はい。で、3回転目で、その年の冬。はい。また105が出る。はい。すごい。で、12月、それこそあの、田中さんが。あの日ね、あの、だから僕がブロウィンの140のプロトンの時で、ね、うん、あの年だったと思うんだけど、で、一回11月に低気圧来て、川が全部氷結したの。はい。もう釣りできない。水がないわけ。すごいっすよね。氷で塞がっちゃうんだから。うん。で、強制的にもうルアーがその水に打てない。僕が行った時も凍ってましたよ。一回、あれ、それはあの年でしたっけ、うん、いや、ちょっと覚えてないけど、あ、だから、あの、ビコさんのキャンピングカーで行った時だから、うん、それも、もう、だから僕が行った時も氷かけてたんですよ。うんうんうん。で、なんか夜いきなりついて釣り出して、なんか、オグル投げたら、あ、カラ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 って。で、回収したら割れて帰ってきて。何で割ったんすか？あ、多分凍ってんだね、あっちの方とか言って。こんな、いや、ちょっと本州の人には分かんないね、こういうフィールドみたいな。で、その2週間後、あれですよね、氷が溶けたとか、なんか言ってたとか。そう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 。で、その、こう、あの、高気圧張り出して、うん、一瞬氷が溶けたんだよね。そんな、結構、シーズンの冬の入りはそんな溶けて凍って溶けて凍ってなんですか？そう。だから、上げの時と、あ、下げになると上流の氷がどんどん流れてくるわけ。はい。
で、巻いてるときに氷のエッジとかかすると、ピーナってスパッと切れるからね。あれやっぱ切れますよね。切れる切れる。結局、氷の結晶が水で溶けていくと、要は包丁の化学研磨って、分子レベルで最後とんがってるんですよね、あれ。スパッていきますよね。で、その2週間後に一旦凍ってから落ちたとしたら、はい、2週間ノープレッシャーなわけですよ。はい、はい。で、そこで、バグがやってきたわけですね。溶けた日。だやっぱ向こうも餌待ってるんですか。っていうよりは水温がやっぱ緩んで、風が上がって。まあ単純に水の中では餌はずっと食ってたと思うけど。もう僕らが釣りができると。そう。で、そんなまた久しぶりにトリッキーな、バッとダーターみたいなのが、ね、うん、目の前で、ふよふよしてたら、うん、なんだっつって。くっちゃうな。うん、行きやすくなるでしょうね。105。え ?105。すげえ。あれは、本当に嬉しかったし、重かったし、僕の Facebook のメイン写真じゃない、その自己紹介の丸いアイコンあるでしょ、うん。それが未だに、その時の写真に、なってます。すごい腹パンでね。約13キロぐらいのやつ。もう、海外もいいけど、伊藤もね、65センチで止まってるし、赤目もね、浜本さんに連れてってもらったりして、55センチぐらいで止まってるやつだから。いや、本当にね、ちょっとね、大ニベも、大ニベも、亡くなっちゃった、宮崎の、まあ、ね、あれ名前がポッて。あれポッて出ない。あれ僕電話番号入ってます。探しようがない。あ、まあ、で、30センチぐらいなんですよね。コニベの。うん。コニベだね。コニベなんですよ。だから、そこをクリアし、その3つメーター釣りたいですよ、ここ。伊藤、赤目、大仁部のメーターは。なかなか険しいからね。大仁部険しいんじゃない？いや、大仁部は、まだ、簡単ではないけど、まだ釣れたら、大体みんな100何センチなんで、可能性あるかなと思うし。赤目は近年すごい開拓されてきて、それなりに。あれなんかさ、高橋くんとかすごいいいの釣ってたね。120釣ってたかな、あれも。すごいな。あいつはね、まあ今聞いてるから、はずだから、あれかもしれないけど、なかなか筋がいいですよ、こう。ねえ。うん。ポイントの切り替えるタイミングがうまいなっていつも思いますね。こうやって出ないな。何度かね、話をね、君らが話してるの聞かせてもらったんだけどね、こういう、この、いやー、全然イメージと違った話をするなぁと。なんだろう。そうは感じなかった、最初の顔だけ見てたら。どうせ男前なだけだろ、みたいな。違うんだ、みたいな。ごめんね。ね、イケメンの損なとこですよね。あ、かっこいいだけでしょみたいな、ね。いや、違うんだと思って、ね、うん。結構ね、むしろ立山のどこでそれだけの経験値を積んだんだろうってぐらい。すごく、本当にいきなり全国で通用しそうなぐらいの基礎ができてもらうね。そうそう。ちょっとね、見方変わりましたよ。いや、それはもったいないなぁと思って。見ないと、聞かないとわかんないじゃん。聞かなくてもわからせる方法を考えた方がいいよ。なるほど、なるほど。アイコンだったり。そのサムネだけで一発でこうだってわかるようなとか。どんなかな。ちょっとそこをちょっと考えて、やろうかなっていう。ああ、でもちょっと、そしたら、もっともっとさらに絶対行くと思うな。ね、釣り業界を背負ってってもらいたいしね。ゆくゆくは村田はじめさんぐらいになってくれたらいいよな。
そう、若いし、ね。あ、そう、若いっていうのが ね、すごいよね。俺なんかだって51でツービジョンのレギュラーとかって、ちょっと待ってみたいな感じじゃないいや、もう僕もジャーニーもうそろ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 って2年前ぐらいから言ってるんですけど、なんか結局今年も今年もってなってますが、まあラッドフィッシングが人気番組になってったら、まあ、僕はちょっとお休みしようかなと思ってるんですけど。ペンさん作んないですか、若手です。後継者、フィッシュマン。いや、テスターではすごくいっぱい。ああ、まあ、うん、すげえのばっかりですよね。すげえのばっかりいて、若手。西村って若い？いや、まあ、まあ、まあ、もうでも若くはないですね。若くないよね。20代。例えばじゃあ、誰若い？31ぐらいはどう？若い？いいんじゃないですか。ああ。そうすると結構いるよね。うん、だから、あの、補正を書きまくとか。補正くんとかね。書きはまだ20代だからな。ああ、ほんと。ああ、そういう彼らに、やっぱ全国区なって、うん、日本の釣り具業界を引っ張っていくんだぐらいの気概を持たせて、それをバックアップしていくっていうんですかね。うんうん、そうそう。しないと、やっぱね、なんかうちの高橋の活躍見てても思いますけど、やっぱ若い人は若い人に憧れて釣りをより始めたり、より深い釣りを知りたくなるっていうんですかね。うんうん、だ僕なんかもやっぱり、僕が高校生とかの時に、やっぱ村越正海さんとか、ね、全然上ですけど、うん、それでもやっぱあの当時の釣りプロでは若手っていうんですかね、うん、そういう人のやっぱ生み出すスタイルとか、まあ今のシーバスフィッシングの基礎的なあの感じが、ね、それこそ服部名人とか、ね、当時の全盛期の人たちではない釣りが斬新で、うんうん、やべえ、ね、正解やべえみたいな感じで高校生の時ね、やってました、ね、二宮すげえみたいな、ね、だからあのそのどのそのやってほしいようなジェネレーションはその憧れるような年代の釣りプロとかいるといいよね。そうなんですよね。で釣り騎士三平みたいなとかグランダー武蔵ぐらいのスーパーアニメが生まれるとね、うん、いいんだけど、まあいいんだけど今の日本はマナーにうるさいからダーンって釣りアニメブレイクして釣り場に人が溢れてひたすら閉鎖されるパターンだから昔はそれを許容してたんですけどね。なんでこんなにうるさいんだろうな。なんでこんなにうるさいんだろう。もう日本社会全体じゃないですかね。別に釣り場に限らず登山もそうだしサーフィンもそうだし、マナーを守んない人にうるさくなったん でそれをあわ言う人が増えたから閉鎖するとか、うん、禁止するとか登山ももう入らせないとかなってた、うん、流れになりましたからね。そういう世間の声のために何々を中心にします。多いですよね。あの多いもんね。高校野球とかね。かわいそうに。だいぶ答えたかな。そうですね。はい。じゃあもう時間だし、終わりましょうかね。あ、もう12時だね。はい。もう長らく皆さんもご視聴ありがとうございました。もう最後までね、コメントを入れてくれた人ばっかりで、本当にありがとうございました。じゃあ、また。じゃあ次回の時はまた、はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあ、YouTube のライブを止めます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。